皆さん、こんにちは。司法試験2021年度入門講座本論編民法第1回目始めていきます。担当いたしますのは、東京リーガルマインド専任講師、竹山茂樹です。よろしくお願いいたします。さて、今日からですね、ついに民法、開講になります。で、持ち物なんですけど、まずね、このオリジナルレジュメの民法相続物件ってやつを最初の方は使ってきますので、これは必ずお持ちください。で、あとセブンサミットは見ることもありますので、できれば持ってきていただきたいんですが、まあ、そうは言ってもね、荷物の量の関係とかあるでしょうし、これなくてもなんとかなります。こっちは絶対持ってきて、レジュメは絶対持ってきて、こっちはできれば持ってきてください。で、あと6歩ね、この何でもいいんですよ。私はデイリー6歩っていうのを使ってますけど、この学習用のね、比較的、まあ、薄めの6歩、これもお持ちください。民法の条文ね、どんどん引きますので。で、民法の条文、確かにインターネットに落ちてるから、落ちてるというか、もう開示されてるから、国から、スマートフォンでね、引いていただくこともできるんですけど、司法試験とかね、この総合職の講義って、ものすごい量の条文を引くんですよ。なので、多分スマートフォンだとね、まあ、検索が早い人はできるかもしれないけど、なかなか厳しいものがあると思うんで、できればね、6法はお持ちください。じゃあね、実際に民法の中身に入っていきます。で、この民法のレジュメですね。もう早速中身に入っていきます。民法は何かっていうのは全体構造編でやってるので、もう早速ね、レジュメの1ページ目に入っていきます。第1編、民法相続。第1章、私権の主体。第1節、権利能力、意思能力、行為能力。なんか難しいこと言ってますね。で、法律っていうのはね、実は体系って言って、こう順序立てて出てくるんですね。なので、最初は権利を持てる人って誰なのって話をするんです。まあ、とりあえず先に行きましょう。そこで専門用語、早速出てきた権利能力。この権利能力の意味は押さえてください。括弧1、意味。権利能力は司法上、全体構造編でやりましたね。私法、民法とか商法のことを司法、私法って言って、憲法とか刑法のことを公法と言いました。で、民法の世界なんだから、司法上の権利で、法律ね、具体例イメージしてください。司法上の権利ってのは民法上の権利ですよね。で、一番簡単なのが所有権。例えばこのボールペン、見えないかもしれないけど、これジェットストリームって言って、私も司法試験の答案にね、これで書いたわけなんですけど、このペン、私が買ったので私のものです。これ法律の言葉では所有権が竹山にあるという言い方をします。司法上の権利、代表例が所有権、あとは義務、お金払う義務とかね、の帰属主体となる地位資格。すごく優しい言葉で言うと、権利を持ったり義務を負ったりできる主体、これを主体、その地位資格を権利能力っていうんです。でね、これ見た時意味わかんないですよね。権利能力がない人をイメージしていただければいいんです。今は、まあ、建前上はないんですけど、昔歴史を紐解くと奴隷って言いましたよね。奴隷って財産持てないですよね。ってことは、奴隷っていうのは権利を持てないということは、奴隷に権利能力はなかったって言い方をするんですよ。逆に言うと、今は人間みんな平等って話だから、全ての人が権利能力を持っているということになります。だから、全ての人にはある、全ての人は財産を持てるということになります。なので、もちろんね、現在の奴隷労働とか言われて社会問題とかありますけど、それは置いといて、とりあえず建前としては、我々生身の人間、なんて言いました？全体構造編で自然人と言いましたね。自然人は皆権利能力を持っている。で、これをね、ちょっと書いておいてください。権利能力平等の原則なんか言ったりします。権利能力平等の原則。ちなみに、この板書はですね、全部ウェブアップで見ることができますし、生講義の方はですね、正面のモニターに板書が映し出されているので、それで書いていただいても構いません。権利能力平等の原則なんか言います。じゃあね、権利能力みんな持ってるから話が終わりかというと、法律ってね、結構重箱の隅をつつくような議論がいっぱい出てくるんです。
で、次ね。括弧にレジュメの続きです。権利能力の式。いつから人、ここでいう自然人は権利能力を得るか。これ当たり前なんですけど、出生時から出ます。で、これ民法の3条1項です。3条1項を引いてください。民法の3条1項。民法の3条1項を引いてください。民法はね、バンバン引きますので、民法の講義だと、民法をね、6歩開いたままの状態で置いておくと引きやすいと思います。あとインデックスシールドがついてくるんで、例えば民法でタグをね、こうつけておくと引きやすいですね。で、民法の3条1項を見てください。これは私権の共有は出生に始まる、権利を持てるのは出生に始まるって書いてるから、出生から権利能力があるという意味になります。でね、初めての人、これ3で、1って書いてますね。これどういう意味かというと、3条1項です。これ正式に書くと3条1項、あるいは漢数字でもいいんですけど、正式に書くと3条1項なんだけど、このレジュメとかでは略語としてこう書くことがあります。数字の3っていうのは3乗で、こっちの1っていうのが1個です。これ略語です。略語なんで正式な答案では使わないでください。ただメモとか、例えばね、誰かに見せるペーパーとかだったら、これどんどん使っていただいて構いません。略語です。これじゃあ、出生時からって話の続きいきます。で、出生時からで括弧母体から全部露出したとき、私のガイダンスに出ていただいた方よく話してますけど、赤ちゃんがね、お母さんのお腹の中から出てきて出生時から権利能力を持つんだ、こういうと細かい議論が出てきます。まあ普通頭から出てきますけど、頭の先だけ出てくれば権利能力あるのか、全部出てきたら権利能力あるのか、一応これ決めなきゃいけない。で、民法の世界では母体から全部露出した時が権利能力の始まりだ、全部露出説と言います。これが通説で、これ覚えておいてください。で、なんで全部露出した時って解するかというと、これ理由は基準の明確性ということになります。で、ここでね、今日最初なんで法律学の論点っていうものを少し、解説しておきます。もう一回ね、3条1項を見てください。私権の共有は出生に始まる、まあ、権利能力は出生から始まるんだ、そこまでは読めるけど、母体から一部出た時に始まるのか、全部出た時に始まるのかっていうのは、この条文からは分からないですね。なのでこれを論点と言います。一部露出したときに権利能力が始まるのか、始まるのか、全部露出なのか、法律の条文を素直に読んでもどっちか決められない点、これを論点と言います。条文だけでは決められない、条文の文言ね、条文の文言だけでは決められない。法律っていうのはちゃんとね、民法とかそういった条文があるわけですから、条文で本来は全部決めなきゃいけない、でも条文でだけでは決められない点がある、そこを論点といって、法律学者や弁護士とかの法曹が解釈をしていく、どっちか決めることを解釈と言います。で、これを結論を導くと、理由をつけて
結論を導く必要がある。これを解釈と言います。よく法律の解釈って言うけど、こういうことだったんですね。法律の条文の文言だけでは決められないこと、これを理由をつけてどっちだって決めていく。で、本来は論証って言ってね、すごくね、試験で重要な論点だったら理由も長々つけますけど、今回はそこまで重要じゃないので、簡単な理由をつけて全部露出説ということになります。でレジュメに書いてる通り、この講義では母体から全部露出した時だと解釈しましょう。全部出てきたら出生、逆に言うと頭だけしか出てない時は出生じゃない、そう返します。理由は基準の明確性。一部露出説だと頭の3センチ出たらいいのか5センチ出たらいいのかよく分かりません。全部出たっていうと明確じゃないですか。だから基準の明確性を重視して母体から全部露出した時と解釈をします。で、これあくまで解釈で判例なんですけど、判例なんで別にこれが絶対的に正しいというわけじゃない。ただ判例なんで一応通用してるから、みんなこれで考えていきましょうということです。ちなみに刑法の世界では違います。民法と刑法で結論が違うっていうのはよくあります。なぜかというと民法はお金の話で、刑法は人を罰する話だから違うんですね。で刑法では一部露出説が判例、なぜかというと刑法はね、お母さんの中から頭だけ出てきた人も殺しちゃダメじゃないですか、殺人罪にしたいんで、一部露出しただけで刑法では人になります。で民法は全部露出説ということで、初っ端から論点が出てきて面食らった人もいるかもしれない。司法試験とか総合職の法律ってもうトップクラスなんで、かなり難しいんですよ。で細かいことまでやる、その辺にあるような民法の入門書とは違うんですね。でも逆に言うとそれぐらいのレベルだから普通に役にも立つし、まあ、試験にもね、合格できるということになります。じゃあいきますよ。ただし次の場合は胎児でもすでに生まれたものとみなされる。なんとお母さんのお腹の中にいるけど生まれたものとみなされる関係が3つあります。どういうことかというと、不法行為に基づく損害賠償請求。まずね、不法行為って何か、全体構造編でやりましたね。709条民法の709条を引いてください。この709って数字はね、そのうちもうすぐ出てくるようになります。故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。これ交通事故を思い出してっていうかね、交通事故を考えてほしいんです。想像してほしいんです。竹山が A さんの車にバーンって離られて怪我しました。治療費10万円かかりました。この場合ね、 A さんは過失によってミスによって私の生命身体を侵害したので、これによって生じた損害を賠償する責任を負いますよね。逆に言うと竹山は A さんに損害賠償を請求できるってことになります。これが不法行為ってものです。でね、復習するときも六法はどんどん引いてください。でわけわかんなくても条文読んでください。でできれば条文って抽象的なんで具体例をイメージして見てください、今みたいにね。そうするとどんどんね、法律が得意になってきます。で不法行為に基づく損害賠償請求721条次に引いてください。胎児は損害賠償の請求権についてはすでに生まれたものとみなす。まあ、よくわかんないけど損害賠償の請求権だったら生まれたものとみなすと書いてる。まあ、要するにお母さんのお腹の中にいる間に損害賠償請求権って権利です。これも権利は持てるんだっていう条文らしい。具体例もっと後で言うんで、とりあえず進みましょう。はい、丸に相続。相続ってのは親が亡くなった時に子供が親の財産を受け継ぐことを相続と言いますよね。886条見てください。
8886。886条1項、胎児は相続についてはすでに生まれたものとみなす。あ、相続も生まれたことになってるんだ。で、2項、前項の規定は胎児が死体で生まれたときは適用しない。ああ、そうなんだ。まあ、とりあえず先行きましょう。で、次、遺贈。遺贈ってね、難しいんだけど、ここの米印見てください。正確じゃないんだけど、今はこういうイメージ。遺贈は法定相続人以外に財産を与えるイメージです。何を言ってるかというと、親が亡くなった時に普通ね、子供に財産行くじゃないですか。子供みたいにこの人に財産行くよって決まってる人を、法律で決まってる人を法定相続人って言います。そうじゃなくて、法律だから愛人とかそういう言葉いっぱい出てくるんだけど、親がね、亡くなった時に愛人に全財産あげますって書いてた。これが遺贈ですよ。全然関係ない人に財産あげる。法定相続人以外に財産をあげる。これが遺贈なんですね。965条を見てください。886条および891条の規定は、受益者ってのは遺贈を受けた人ね。遺贈で財産をもらった人を受けるって書いてるから、受益者と言います。受益者について準用する。で、このように準用するって条文あったら、その元の条文に見なきゃいけないんですね。今回886条を見てください。886条1項、胎児は相続についてはすでに生まれたものとみなす。この条文が準用されてましたね。で、どういうことかっていうと、886条とさっきのね、965条見比べてください。965条もう一回見ますよ。886条および891条の規定は、受益者、遺贈で財産を受ける人について準用するって書いてますね。この場合は886条1項を遺贈で読み替えるんですよ。ボカーンとしてますよね。読み替えやりますよ。全然難しくない。886条1項を見ながら私の言うことを聞いてください。読み替えるとこうなります。胎児は遺贈についてはすでに生まれたものとみなす。こうなるんですよ。準用条文ってのはこういうふうに読み替える。そのうちできるようになります。これめちゃくちゃ簡単な読み替え。ぜひね、慣れてください。法律でね、慣れがポイント。最初わけわかんなくても諦めないでくださいね。民法って私もね、何度も諦めそうになりました。大学2年生の時、民法初めて授業を受けたんですけど、なんかね、正直わけわかんないんですよ。でもそういうものです。ちょっとね、我慢してついてくるとわかるようになりますので、頑張っていきましょう。ということで、はい、不法行為に基づく損害賠償請求、相続、遺贈、この3つについては胎児でもすでに生まれたものとみなされるんだ、そういうことになりました。でね、これが皆様方受ける試験が司法試験とか総合職じゃなければ、これだけ覚えればなんとかなるんです、試験で。でも司法試験、総合職はこれをね、具体例とイメージして自分の血となりに行くとしなきゃ受かりません。しかもこんな難しいことが出てくる。現行法上、胎児の財産を管理する法定代理人制度は存在しないので、胎児中は権利能力はないが、出生すると胎児の時に遡って権利能力があったものとして扱われる。停止条件説判例。もうこのあたりでね、パニックになるんです。大丈夫です。実はね、これ大した難しい話じゃなくて、2ページ目見てください。この具体例でマスターしましょう。しかも結構ね、民法の先でやることも全部入ってます。AO は B 女と婚姻をし、 X を解体した。しかし X が出生する前に、 AO は Y がよそ見運転した車にはねられ死亡してしまった。で、 X さんは B 女のお腹の中にいるからまだ生きてます。生きてますけど生まれてないですよね。生まれてないから権利能力は原則ない。図もね、書きつついきますよ。A 男と B 女が婚姻をして、
x を解体。ただこれ対時ね、まだ。ところが y がよそ見運転をした車にはねられ死亡してしまった。で y がね、過失によって栄養にダメージを与えました。で栄養が死亡してしまった。でこの状態で栄養さんね、即死だとすると話がややこしいんで、交通事故に遭ってから2時間後に死亡したとしましょう。で交通事故に遭った瞬間に不法行為に基づく損害賠償請求権、要するにさっきの709条で怪我したからお金を払えて権利が発生します。なので栄養は Y に損害賠償請求権を持ってました。ちょっと見にくいけどね。しかもこの損害賠償請求権はさっき見た民法709条に基づくものです。やりましたよね。交通事故で跳ねられた人は加害者に民法709条でお金を請求できる。これ損害賠償請求権、権利だから権という字がつきます。でこの権利ってのはすごく簡単に言うとお金もらえる権利ですよね。お金もらえる権利ってのは栄養がなくなると B 女と X が相続をします。で相続は胎児生まれたものとみなされるから無事相続できるわけです、胎児でも。それがレジュメの続き、A は Y に対し不法行為に基づく損害賠償請求権を有する。根拠条文は709条が、 A が死亡したためその債権、あの損害賠償請求権ってね、人に対する権利だから債権と言います。また後でね、正式に出てくるけど人に対する権利を債権と言います。でその債権は B 女と X が相続する。890条も引いておきましょう。890条です。非相続人の配偶者は常に相続人となる。相続人ってなるってことは相続できるってことですよね。でこの場合において以下はあんまり今回意味ないので読み流します。この場合において第887条または前条の規定により相続人となるべきものがあるときはそのものと同住人とする。今は非相続人の配偶者相続人となるってとこだけ知っておけばいいです。で言葉遣い難しいけど漢字で想像してくださいね。非相続人って相続される人だから、この図でいう A をね、相続人は財産を受け継ぐ方だから B 女と X になります。で X さん財産を受け継ぐ根拠は887条、1項、非相続人の子は相続人となるって書いてるし、さっきの886条1項胎児は相続についてはすでに生まれたものとみなすって書いてるから、 A をお父さんの損害賠償請求権は B 女と胎児が無事相続しました。そういうことになります。でせっかくなんで先取り学習でやっておきます。また子 X はこれ B 女ももちろん持ってるんですけど、今 X にポイントを絞ってるので X だけ見ます。子 X は Y に対し固有の慰謝料請求、子として親を失った精神的苦痛の慰謝料を請求できる権利を有する。711条引いてください。他人の生命を侵害した者は被害者の父母、
配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。で、これね、ずっと後の不法行為で詳しくやるんだけど、財産権が侵害されなかった場合においてもっていうのはどういうことかっていうと、精神的苦痛のことを言ってるんですね。精神的苦しみに対して損害の賠償をしなければならない、そういう条文なんです。でね、これもね、今やっておきましょう。結局 X さんって胎児なんですけど、 Y に対して2本の権利があるんですよ。栄養の損害賠償請求権、とあと X 自身の損害賠償請求権、これは711条で、栄養の損害賠償請求権は709条です。これもね、最初から理解しておくといいですよ。これね、すごく誤解されている方が多いところなんですね。で、A 用の損害賠償請求権というのはあくまで A さんの損害賠償請求権。 A さん死んでますよね。死んだ本人ってめちゃくちゃおそらく苦しいですよね。私死んだことないから分かんないけど、めちゃくちゃ苦しい慰謝料と、あと、治療費と、治療したなら葬儀代とか全部入るわけですよ。これめちゃくちゃ金額でかい。で、こっちの X 氏の損害賠償請求権というのは、 X が親を失った苦しみ、もちろんね、それも大きいんだけど、こっちに比べたらめちゃくちゃ小さいですよね。これだって死んだ本人の慰謝料請求権だから。だからすごく大きい死んだ本人の請求権と X 自身の請求権の2本立てで持っているということになります。いいでしょうか。じゃあ次ね、じゃあ X さんが Y に損害賠償請求できると言っても、お母さんのお腹の中にいる間にできるんでしょうか。裁判所に行ってできるわけがありませんよね。しかも子どもの裁判って親が代わりにするんです。でも胎児の裁判を代わりに誰ができるって条文がないんですよ。なのでここ見てください。しかし現実に請求できるのは、 X が出生した後、お母さんの B が X を代理して代わりに請求するということになります。で、この具体例をちょっと頭に入れて、さっきの抽象論を見ておくと意外にわかる。1ページ目に戻りましょう。で、ただし次の場合は、胎児でもすでに生まれたものとみなされる、あ、不法行為に基づく損害賠償請求、お腹の中にいてもお父さんが亡くなった苦しみの請求できたな。で、さらにお父さんの慰謝料、損害賠償請求権相続したら、あ、確かに胎児これら持ってる。でもここ見てください。現行法上、胎児の財産を管理する法定代理人制度は存在しない。お母さんのお腹の中にいて何か代理人をやってくれる制度はないので、こう考えるんですよ。お母さんのお腹の中にいる間は実は権利能力ないんだけれども、生まれると遡って権利能力があったんだ。これ難しいんだけど分かります？お母さんのお腹に中にいる間はないんだけど、生まれたら、あ、お父さん交通事故にお腹の中にいる間にあったから、あの時の権利も今は発生したんだってやるんですよ。それが遡って権利能力があったものとして扱われる。だから結論としては、生まれてから請求できる、生まれてからお腹の中にいる間のことを請求できる、そういうイメージです。細かくて嫌になるかもしれないけど、実はね、民法って細かさが大事で、これぐらいね、細かくやっていってください。そうするとね、結構得意になります。いいでしょうか。で、あとね、細かくやんないと実際使えないんですよ。だってこのね、抽象論を覚えてただけじゃ何にも裁判とか使えないじゃないですか。この具体例レベルで押さえてないとダメなんですよ。それが司法試験とか総合職の話になります。はい、では2ページ目の括弧3、権利能力の周期。あ、これね、簡単だから力抜いて大丈夫。
死亡時に権利能力が消滅します。で、亡くなると自分が持ってた財産は相続の問題になって子供とかに引き継がれる。あとですね、脳死って聞いたことあるかもしれない。脳死は人の死かって議論あるんですけど、民法上は脳死は人の死ではありません。見てください、民法上は三兆候、これ心臓拍動停止、聞いたことあるかもしれないけど、呼吸停止、瞳孔散大、対抗反射停止、この3つをもって死亡と解します。で、臓器移植法って法律は移植の場面に限って脳死したものを死体として取り扱える。実はですね、脳死が死って扱われるのは臓器移植の場面だけなんです。その他は関係ない。一般的には脳死は人の死ではない。なので脳死した人の、まあ、温かい体がここにあったとして、臓器移植以外でね、例えば竹山くんがその人を殺したら殺人罪です。臓器移植場面以外では死亡と扱われてないからということになります。いいでしょうか。じゃあ権利能力ここまでで、実は権利能力もう一回出てくるシーンがあります。それね、法人ってもの、法人ってのは法の人って書いて会社とか、だって生身の人間が権利持てるのは当たり前で、じゃあグループが権利持てるのかっていう難しい問題があります。それはね、今日の最後か次回でやります。じゃあ次ね、2番目、意思能力。この言葉もね、覚えてください。そしてイメージできるようにしてください。意思能力は自己の行為の結果を弁識するに足りるだけの精神能力、つまり自分が何やってるか分かる能力です。で、民法って基本的に契約の話なので、要するに売買契約って言った時に何をやってるか分かるかって、そういう能力です。で、細かいこと分かんなくていいんですよ。要するに売買契約ってお金出して物を買うんでしょ、それぐらい分かる能力、これを意思能力と言います。で、意思能力がないものがなした契約は無効になります。3条の2見てください。法律行為、はい、初っ端から難しい単語出てきました。あのね、法律行為は最初の段階では契約って置き換えて何とかなります。契約が代表例なんです、法律行為の。だから法律行為代表例、契約の当事者が意思表示、契約の申し込みとか承諾も意思表示をした時に意思能力を有しなかった時はその法律行為は無効とする。だから契約で考えると、契約したときに意思能力なかったら無効、契約が無効、そういうことです。で、意思能力がないものの代表例、泥酔者、もうお酒でベロベロな人は契約の意味とか分かってないですよね。で、幼児、これも分からないし、あと重度の精神病者で、よくね担当で出るのはこれ脅迫、民法で脅される脅迫はこっちの漢字なんですけど、まあ一般用語の脅迫です。脅迫されて意思の自由が全くないもの、これが意思能力のないものです。で、注意見てください。脅迫による意思表示は取り消しうるだけだが、脅迫が強度で意思の自由が全くないと意思無能力として無効になる。何言ってんでしょうね。96条1項を見てください。詐欺または脅迫による意思表示は取り消すことができる。あれ、脅された意思表示、例えば脅されて契約の申し込みをしたら取り消すことができる、そういう条文なんですね。あれ、さっき無効って言ってたじゃないか、おかしいじゃないかって話ですね。で、取り消しと無効って重要概念も少しだけ解説しておきますね。脅迫による意思表示は取り消しかなんです。で、取り消すことができるの意味を今ね、イメージできるようにしてください。
取り消すことができるって文字通り取り消してもいいし取り消さなくてもいいということです。つまり脅されて契約をした人は嫌だったら取り消してもいいし、いや脅されたんだけど、ああ実はいい買い物だった、有効にしたいって言ったら取り消さなくてもいいんですよ。本人が取り消すか取り消さないか決めれるってことです。これ取り消しかってのは、もう一回言いますよ。脅されて契約をした人は脅されたから嫌だと思ったら契約取り消しもできる。一方でいや実はいい契約じゃないかと思ったら取り消さないで有効にもできる。それが取り消すことができるの意味です。でね、これイメージとしては例えばね、皆さんが街でキャッチセールスに引っかかってなんか暗い部屋に通されたら筋肉ムキムキの人がいて怒鳴られて契約書にサインをした、こういうレベルですね。脅迫による意思表示。ところがですね、脅迫でもすごく強い場合があります。ピストルをここに突きつけられてサインしないと殺すって言われた場合、これサインする以外の選択肢ないですよね。さっきだったら暗い部屋だったら逃げるとかいろんな選択肢ありました。でも全く意思の自由がない場合、これは話が違って、全く意思の自由がない程度だと脅迫だと、これはねもう取り消すとか悠長なことじゃなくてもう絶対無効だ、もう有効になんかできないって強い効果をつけるんですね。なので脅迫の度合いによって普通は取り消しか本人が取り消すかどうか決めていいんだけど、ピストル突きつけられたりした意思の自由がない脅迫は無効、有効にできない、もう強い効果をつけてるんです法律は。そういうことです。でこれが 3-2 ですね。では3つ目いきましょう。今日の前半のメインはこの行為能力という言葉になります。3つ目の能力です。括弧1意味、行為能力というのは自ら単独で確定的に有効な法律行為をすることができる能力というものを言います。でね、行為能力の積極的な定義を覚えるよりは制限されている人が制限行為能力者って言うんだってことを押さえた方がいいです。この能力が制限されているのが制限行為能力者、未成年者、成年非公権人、非補佐人、非補助人の4つあります。あれですよ、未成年者って一人で高い買い物できますよね。これなんでかっていうと、これ未成年者自ら単独で確定的に有効な法律行為契約をすることができないからなんです。だから未成年者は行為能力を制限されている、制限行為能力者っていうんです。ってなるとなんかイメージ湧いてきますよね。要するに未成年者って変な契約しちゃうかもしれないから一人で契約できないようにした、それを制限行為能力者っていう。で未成年者ってグループ以外にもあと3つあって、成年非公権人、非補佐人、非補助人ってグループがある、そういうことなんです。でね、3ページいきましょう。で行為能力って何であるか、これぜひ理解してほしいんですね。本来意思能力のないものが締結した契約は無効です。だからですね、3歳児が車を買ってきた、それね、未成年者だから契約できない以前に意思能力ないから無効なんですよ。でもね、意思能力だけで判断すると大変なことが起こりまして、これしかし意思能力があるか否かの判断は容易でない場合もある。今ね、3歳だからベンツ買ってきたの意思能力なしでよかったんですけど、10歳だったらどうですか。だって10歳だったらベンツと1000万円を交換するんだってのは理解できる子もいますよね。だから人によって理解できたり理解できなかったりする。これお店にとっても困りません。はい、この10歳児は賢いから契約有効で、あ、この10歳児は契約分かってないから無効って言われたらお店も困る。なので、あとね、子どもの側からすると意思能力がないことの立証も困難。3歳児だったらいいけど10歳児だったらなかなか難しい。
そこで行為能力という概念を作り、一定の要件に該当すると行為能力が制限され、行為を取り消しうるものとした。簡単に言うと、未成年者でね、特に16歳17歳あたりは意思能力があるかないかケースバイケースだから面倒くさいと。もう一律未成年者は一人で契約できないようにしよう、この一律できないようにする、これが行為能力という発想になります。で、この4つのグループ見ていきますね。未成年者っていうのは今は20歳未満のもの、ただ婚姻したものは成年扱いになります。そのうち18歳になります。で、保護者っていうのがいます。保護者はね、親権者または未成年後見人、親は親権者ですよね。で、親が亡くなったら未成年後見人ってのがつきます。次のグループで、この3つは精神上の障害です。で、よく想定されているのが認知症の人、これが一番想定されています。で、一番認知症が重いのが成年非後見人、一番軽いのが非補助人で、重い軽いの順になってます。だから未成年者が全然1個違うグループで、上が重くて下がこう軽くなっていく、こういうイメージね。で、定義を見ていくと、成年非後見人は精神上の障害により自理を弁識する能力を欠く状況、能力が欠く状況、全くないんですよ。で、この状況って漢字間違ってなくて、常にそういう状況にあるって意味です。だから常に能力がないで、常に能力がない人が後見開始の審判、これ裁判みたいなもので、家庭裁判所であなたを成年非後見人にしますよって審判を受けると成年非後見人になります。で、成年非後見人の保護者、面倒見る人は成年後見人と言います。後見人が面倒見る方で、非後見人が見られる方ね。で、少し軽くなってくると非補佐人っていうのがつきます。これは精神上の障害による自理を弁識する能力が著しく不十分、全くないわけじゃないけど著しく不十分で、この人成年、失礼しました、非補佐人にしますよって補佐開始の審判があると非補佐人になります。保護者は補佐人と言います。最後、非補助人、これ精神上の障害により自理を弁識する能力が不十分、グラデーションになってますね。各状況、著しく不十分、不十分、このキーワード覚えておいてください。担当で出ます。各状況、著しく不十分、不十分ね、この順番、各状況、著しく不十分、別に印とかをつけてもつけなくてもそれは好みでいいんですけど、各状況、これね、各状況、著しく不十分、不十分っていう順番になってます。別に丸つけるつけないは好みでいいです。いいでしょうか。で、あとね、家庭裁判所の審判がないと下3つは絶対ならない。家庭裁判所がこの人を成年非後見人にしますよって審判があると成年非後見人になる。審判は全部共通。で、例えばね、すごく認知症重い方を成年非後見人にする、これはその人を保護している側面もあります。例えば変な業者にね、家を安く買われないようにするとか保護の側面もあるんだけど、一方でむちゃくちゃ権利制限してますよね。自由に契約できなくする。なので、むちゃくちゃ権利制限なので、この人の審判の請求権者、つまり竹山くんをね、例えば成年非後見人にしますよって申し立てができるのは決まってます。まず本人、自分でやることもできる、一定の近親者、あと検察官。検察官っていうのは犯罪を犯した人を刑事裁判にかける人なんだけど、実は民法の世界でも一定程度活躍する。検察官ってね、公益、公の利益の代表者なので、こういった民法絡みでこの人保護しなきゃ危ないなって人を成年非後見人にしたりすることもします。条文見ときましょう。7条をご覧ください。
精神上の障害により地理を弁識する能力を各状況にあるものについては、家庭裁判所は本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補佐人、補佐監督人、補助人、補助監督人、また検察官の請求により後見開始の審判をすることができる、書いてますよね。で、皆さんせっかくねスクールに来ていただいたんで、これ独学だったら7条大事だったら全部覚えちゃいますよね。でもこんなの例えばね、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人とか、こんなの覚えてたら頭パンクします。なのでこの条文はね、もちろん出たら読んでほしいんですけど、ポイントは精神上の障害により地理を弁識する能力を各状況で審判を受けたら成年被後見人になるんだ。で、請求できるのは本人と一定の近親者と検察官なんだ。これを覚えておけば7条いい、そういうことになります。じゃあ次11条ね、これが補佐の方になります。精神上の障害により地理を弁識する能力が著しく不十分であるものについては、家庭裁判所は本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人、または検察官の請求により補佐開始の審判をすることができる。ただし7条に規定する原因、つまり成年被後見人のレベルにあるものについてはこの限りでない。成年被後見人レベルだとそっちでやってくれ、補佐にはならないよってことを表現しているわけです。じゃあもう分かってきましたね。15条って何の条文？補助の条文ですよね。15条引いてください。精神上の障害により地理を弁識する能力が不十分であるものについては、家庭裁判所は本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補佐人、補佐監督人、または検察官の請求により補助開始の審判をすることができる。ただし7条または11条本文に規定する原因、つまり成年後見と補佐の原因があるものについてはこの限りでない。なんか構造似てますよね。構造似てるってとこはことは違うところだけ押さえとく。違うところまさにこれですよね。各状況著しく不十分、不十分、そういうことになります。じゃあ制限行為能力者になったらどうなるか、さっきこう言いました。一人で契約できないよ、ざっくりとそうです。そして一人で契約できないってことはどういうことか、未成年者がそれでも契約をしてきた場合は親がその契約を取り消せるし、実は未成年者本人も取り消せます。それがこれ、制限行為能力者のなした行為、まあ代表例が契約は保護者も当然取り消せるし、これがミソ、制限行為能力者本人、未成年者本人も取り消すことができる。なんか未成年者自分で契約して自分で取り消すって卑怯なような気もするんだけど、でも一方でこれ未成年者保護のためだから未成年者自身も取り消せることができるとしてるんですね。条文が120条です。120条1項、行為能力の制限によって取り消すことができる行為は制限行為能力者、これ未成年者とか本人です。成年被後見人とか、成年被後見人は実は取り消せないんで、それは後でやりますけど、未成年者とかね、他の制限行為能力者の法定代理人とした行為にあっては当該他の制限行為能力者を含む、まあ括弧内は今意識しなくて結構です。またはその代理人、親権者は未成年者の代理人だからここに入るわけです。承継人もしくは同意をすることができるものに限り取り消すことができるってことになります。いいでしょうか。じゃあここでね、実は民法の先のことを知らないとこれからの議論ついていけないので先取り学習をしていきます。一旦ね行為能力から脱線しますよ。4ページで先取り学習でいきなり物件って言葉が出てきました。でこれはまあ物の権利って書いてる。で物件って何かというと、これ物を支配する権利です。でこれ誰にでも主張できます。例えば所有権、さっき私はこのボールペンを持っています、ボールペンに対して所有権がありますと言いました。でこの所有権は物に対する権利だから物件、しかも
ポイントは誰に対しても主張できる。このペンをね、こんなことしたらみんなね逃げていくけど、あ、私のものです、私のものですってみんなに言えますよね。もっと具体的に言うと、このペンを竹山以外の誰が持ってっても返せと言える。誰に対してでも主張できる。それを絶対性と言います。で、さっき出てきた債権は相対的と言います。ちょっと書きましょうか。物件には絶対性があるんだけど、債権は相対的です。債権というのは人に対する権利、人に対する権利は相対的。で、債権相対的ってどういうことかっていうと、お金を貸したら返せって言いますね。でもお金を貸したら返せって言えるのは貸した人だけですよね。他の人に返せって言えるわけないじゃないですか。それが債権相対性と言います。それをじゃあね、ちょっと脱線しましたけど元に戻ります。で、ここで用語の確認、不動産と動産、まあ、不動産ってよく聞いたことあるけど、これ定義しましょう。物件の対象となる物には不動産と動産があります。で、不動産の定義は簡単で、土地と建物、これだけです。土地と建物を不動産といって、動産は不動産以外のものを言います。すごく単純だから、飛行機、これどっち？動産ね。ペンだって動産、石ころだって動産、土地と建物以外は全部動産ってことになります。そして不動産なんですけど、土地と建物は日本では別個の不動産、これね覚えておいてください。諸外国では一体のこともあるけど、日本では別にカウントします。でね、別個の不動産ってどういうことか、一つ具体で言いましょう。全体構造編で登記って言葉やったと思います。登記ってのは不動産の所有権って見えませんよね。この土地竹山が持ってるって見えないから、法務局に登録できるんですよ、所有者が誰か。で、その登録は土地と建物別ってことはバラバラに登録がある、そういうことなんですね。で、今登記って話をしました。それはねすぐ後に出てきます。じゃあ次行きましょう。所有権の移転時期です。所有権の移転時期で、物件の中には所有権があります。で、所有権が典型的な物件なので、これから所有権で話を進めていきます。いいですか。所有権は特約がない限り契約の時に移転する。何かというと、お店屋さんから物を買って、いつこのボールペンの所有権が店から竹山に移るのかの問題、これって決めなきゃいけないですよね。で、これ契約の瞬間、これ覚えておいてください。ケース、 A は B との間で B の土地を1000万円で購入する契約をした。契約の瞬間に土地の所有権が B から A へ移転するとされています。で、これもうちょっとニュアンス込めて言いましょうか。売買契約書にお互いサインをした瞬間に、たとえお金を払っていなくても所有権が移転するということですよ。契約の瞬間にってそういうニュアンスまで含んでます。ただそれ嫌だって人はここ書いてますよね。特約がない限り、特別の約束をすれば別扱い、お金払った時に移転しますっていう契約をすることは自由です。でも何も決めてなかったら契約の瞬間にバシューンと移転します。いいでしょうか。じゃあ次、さっきちらっと出た括弧に不動産登記です。物件は目に見えません。で、このね、動産だったら所有権が目に見えなくてもまだいいんですよ。なんでかというと、動産ってね、このボールペン持ってる人がおそらく所有権あるんだろうなって想像は働きますね。でも不動産の場合って、そもそも住んでなくても土地持ってる人もいるだろうし、あとね、めちゃくちゃ高いから金額がね、誰が所有者じゃなきゃ
所有者かわからないと困るんで、不動産登記登録できるようにしたんです。所有者を、物件は目に見えない。そこで登記によって所有権などの物件を公示する、みんなに示すことにしてます。だからここは登記を取ると竹山くんが持ってる土地だよってのがわかります。でこれお金を払えば皆さん誰でも取ることができます。だから今講義受けてるここの土地の登記簿を見ることができます。見ると誰が所有者かわかります。じゃあどんどんいきますよ。米印、登記の所在と所有権の所在は別の問題。何言ってるか、ケース見てください。 A は B から平成29年3月1日に土地を買った。土地の登記は平成29年3月2日に B 名義から A 名義に移転された。何言ってるかというと、登記をね、 A さんから B さんに動かすためには実は手続きが必要です。国が勝手にやってくれるわけではありません。ということは手続きをしないと永遠に移りません。ということはどういう問題が起こるかというとね、これ3月1日に A は B からだから逆か、失礼しました、こうね、3月1日に売買した。ということは3月1日時点で土地の所有者は誰？ A ですよね。だから所有権は A にある、丸書って書きます。ただですね、普通は売買契約の瞬間に登記も移転させる手続きを取るんだけど、サボってたら登記は動かない。でこの人は1日タイムラグがありましたので、3月1日に所有権は移ってるけど登記の名義、登記簿上の所有者は B にある、丸等って書きますね、登記があるってこと。ということは3月1日には本当の土地の所有者は A なんだけど、法務局に行ったら所有者 B って出てくる状況があるわけです。ただ所有権と登記の所在はずれることがあります。その理由は登記は手続きが必要だから。まずここをね、しっかり理解してください。このあたりのロジックすっごい大事ですよ。まあ、物件ってとこね、正確にはあるんですけど先取りでやってます。ということは5ページに行きましょう。次、じゃあこういう現象も起こり得ますよね。 A は B から土地を買った。でこの土地は登記名義が B になっていたが実は C のもの、所有者は C のものであった。これ起こり得ますよね、登記と所有権ずれることがあるから。でこの場合ね、 A は無権利者 B、 B さんって所有者じゃない、権利がない人なん で、 でこれ覚えておいてください。権利がない人から土地買っても所有権取得できません。権利がある人から買わないと取得できない、これ覚えておいてください。なんと A は無権利者 B から土地を買ったので所有権を取得できないって結論になります。このね、無権利者から物を買っても権利を取得できない、まあ、例外はあるんだけどね、原則取得できないというルールはこれから何度も出てくるので頭に入れといてください。あの相続ってところでもね使います。いいでしょうか。じゃあカッコ3、二重譲渡、これもねだいぶ後でやるんですけど非常に民法らしい知識です。見ていきましょう。土地の所有権は契約の瞬間に移転する。しかし登記と所有権の所在が一致しないことがあるので次のような現象が起こりうる。見てください。ケース、 A は B に自分の土地を売った。しかし登記は A のもとにある。登記移転手続きをサボったのか、あるいは A さんが B さんを騙したのかはわからないが登記は A のところにある。で A はその土地をさらに C に売ってしまい、 C は所有権移転登記をした。落ち着いて図を書いて考えていきましょう。まずね、時系列が大事。まず丸1番、1番目にしたことを今回丸1と書きましょう。 A が B に土地を売りました。で
でも売ったんだけど、本来東京 B に移転する手続きをするべきなんだけれどもしなかった。ということは登記は A の元にある。これ外から見ると法務局の登記とか見ると A さんの土地だって信じる人いそうですよね。実際にだって法務局行くと A って書いてるから、本当は B が買ってるんだけど A のものと信じちゃう人もいるような状態。そこで A はずるいやつだったので、あ、もちろん犯罪ですよ。同じ土地を2人に売って代金踏んだくるのは犯罪ですけど、 A は C にこの土地を売りました。二重譲渡です。そして C は所有権移転登記をしました。だから登記が A から C に移ってる。でなんとしかも C は A が同じ土地を B に売っていたことを知っていた。悪いやつですね。こういう状況です。でこれね、二重譲渡って言ってよくある、まあよくはないけど割たまにあるトラブルです。でこの状況で一つの土地が二つに売られちゃった。この土地をどっちのものにするか、あるいは半分こなのかもしれないし、処理を決める必要があります。でちなみにね、こう思った人いるでしょう。いや一番悪いのは A だから A からお金取ればいいんじゃない。その通りなんですけど、いいですか、こういう悪いやつってのはどっかに逃げてるんですね大抵。なのでもちろん A がいたらみんな A に責任追及すればいいんだけど、この人いなくなってることもよくあるので、とりあえず土地をどっちのものにするか、あるいは半分ずつにするのか、この処理を決めなきゃいけないわけです。でこれなんだけど結論言います。いろんなパターンありますね。先に買った方が勝つ、所有権手に入れるって話もあれば、半分こにするって話もあれば、知らない知ってるで分けるって話もあるんだけど、結論から言います。登記を先に手に入れた方が勝ち。今回で言うと C が登記先に手に入れてるから C が所有権を獲得するということです。このね、 BC は先に登記を得た方が勝ちます。同じ人が土地とか物を2人の人に売っちゃったりすることを二重譲渡って言うんですけど、二重譲渡の勝ち負けの決め方、先に登記を得た方が勝つ、所有権を取得する。これまずね、常識にしておいてください。じゃあいきますよ。でこれなんで先に登記を得た方が勝つのか、皆様方は条文からこれを導かなければなりません。大丈夫です。レジュメに書いてます。その図ってところの下、民法177条ってところ見てください。六法で引いてもいいし、レジュメにも書いてます。同じことこれですね、不動産に関する物件の特装及び変更は、はい、物件を取得することは物件の得るって字に入ってますね。だから所有権を取得することはこれに入ってます。不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従い、その登記をしなければ第三者に対抗することができない。今回の事例に関係あるところだけで読み替えて言うと、不動産に関する所有権を得たことは登記をしなければ第三者に対抗することができないってことになります。つまり二重譲渡では登記がなければ第三者に対抗できない。で対抗っていうものも専門用語で独特の意味があるんだが、今の段階では対抗イコール主張だと思っていただいて構いません。つまり登記がなければこれ自分の権利を主張できない、勝てないということになります。じゃあね、これ見ましょう。 B さんは自分が所有者だと C に主張できますか。登記がないから B は C に主張できない。C は登記があるから B に主張できる。その結果 C が勝つ、所有権を取得するってことになります。逆に言うと登記が
ここにある状態はお互いに勝てない状態で、どっちも勝つ可能性がある。陶器得たら C の勝ちってことになります。いいでしょうか。でね、これちょっとレジュメに書いてないんですけど、これ同じ人が2つ不動産を売った二重譲渡と言いました。で、二重譲渡の関係、二重譲渡って所有権の流れで見ると、所有権の矢印で見ると同じ人から矢印2本ですよね。で、このように権利の流れが同じ人から矢印2本出てることを対抗関係とか二重譲渡類似の関係とか二重譲渡関係と言います。いいですか。今日ね、絶対覚えて帰ってほしいんだけど、対抗関係の BC の勝ち負けは陶器で決める。これが民法全体のルールです。対抗関係の勝ち負けは先に陶器を取得した方が勝ちにしましょうか。同じ人から矢印2本を対抗関係といって、勝ち負けは先に陶器を取得した方が勝ちます。一方でこんな関係じゃなくて、こう A さんが B さんに土地を売って、B さんが C さんに土地を売ってて、矢印でこうスラーッと流れていく関係を前種後種の関係とか、当事者同士の関係と言います。当事者同士の関係、あの前種後種の関係と対抗関係は全く違うっていう意識を持ってください。いいでしょうか。じゃあここまで踏まえられたら戻りますよ。制限行為能力に7ページです。7ページです。制限行為能力による取り消しは取り消し前の善意の第三者にも対抗可能。なんか対抗って言葉出てきたけどよくわかんないですね。で、理由がある。取り消すとその行為は訴求的無効、また第三者を訴求行から保護する特別の条文がない。これね、下の具体例で押さえてください。これめちゃくちゃ大事な具体例。未成年者 A は公土地を B に売った。その後 B は何も事情を知らない C に公土地を売った。その後 A は B との売買契約を取り消したって話です。あ、ちなみにね、ちょうどこのレジュメの左側、ここも見ておいてください。民法では知ってることを悪意、知らないことを善意と言います。この言葉を覚えておいてください。あの善意ってすごくいい人とか、悪意ってなんかもっと意図があるように感じるんだけど、そんな意味はない。民法は悪意ってのはただ知ってるだけ、善意ってのはただ知らないだけ。これは押さえておいてください。で、さっきの事例に戻ると、 B は何も事情を知らない C にって書いてるから C は善意なんです。よく善意の第三者って言ったりします。では図を書いていきましょう。はい、これ時系列が大事です。A は B に土地を売りました。売買、
これ時系列が大事なんで、丸一とか丸二を書いていきます。でその後 B は何も知らない、事情を知らない C にコート地を打った。で C さん何も事情を知らないから善意ですよね。善意。ところがですね、これ未成年者が売った土地だから未成年者自身も取り消せますね。だから A さんがここの売買取り消した。A さんはこの売買を取り消したってことはこの土地を取り戻したいんですよね。だからこの土地は A さんの元に無事戻ってくるのか、それとも C さんが善意で買ったんだから、知らないで買ったから C さんのものになるのかって問題で、もちろんねお金の生産とかいろんな問題はあります。でもそれは債権ってところであって、今はとりあえず土地の所有権が誰に来るかだけを考えましょう。 A に来るか C に来るか。でこの C さんは AB 間の売買、問題のある売買と関係ない人だから第三者と言います。しかも取り消す前に出現したから取り消し前の第三者と言います。タイミングが大事。取り消す前に出現したから取り消し前の第三者。取り消し前の第三者。じゃあこれどうなるかというと、実は結論が7ページの一番上に書いてるんですね。これ制限行為能力による取り消しは取り消し前の善意の第三者にも対抗可能。あ、ってことは結論から言うと A さんこの取り消したんだってことを C に主張できるから土地を取り戻せるってことです。でなんでか、これ条文に沿って説明しなければならない。はい、理由、取り消すとその行為は訴求的無効。訴求的ってのは遡ってとか最初からという意味です。121条、訴求的ってのは遡ってとか最初からって意味。実際に121条にはこう書いてる。取り消された行為は初めから無効であったものとみなす。書いてますよね。っていうことはですよ、これ取り消すと丸一売買が最初からなかったことになりますので、こうなりますね。 AB 間には何もなかったんですよ、取り消したから。これ無効、最初から無効、訴求的無効。最初から無効って売買なかったってことは、この土地の所有権はずっと A にあったんです。最初から動いてないんです、一切。これがポイントね。最初から売買がなかったんだから所有権は動いてない。ところが BC 売買は消えてないからこれだけ残ってる。でここでちょっと止めますけど、これってこの下の図で C さんって所有権取得できましたっけ？実はもうやりましたよ。これ B さんって所有権ない無権利者ですよね。無権利者から買っても所有権は手に入れられない。だから C さんも無権利、所有権を取得できない。そういうことになります。無権利者から買ったから所有権取得できない。無権利者から買ったから所有権を取得できない。ということになります。ちなみに結論だけじゃなくて、今私がご説明しているロジック、理由付け、これ全部理解してください。この理由付けを皆さんは答案に書くことになります。法律っていうのは全部理由が必要なんですよ。なのでまさに
AB 売買が訴求的無効になって初めから A が所有者である、よって B は無権利者で、無権利者から買った C さんも無権利である、みたいに書いていくんですよ。論文で思考過程をね、ちゃんと書いていくことが重要です。いいでしょうか。でもう一個レジュメに変なこと書いてません？理由付けに取り消すとその行為は訴求的無効、それはこの説明で分かった。あ、訴求的無効しかレジュメに書いてないけど、訴求的無効で C さん所有権取得できないのはこういう理由です。でもう一個、また第三者を訴求効から保護する特別の条文がない。でね、実はこういった現象ってね、未成年者取り消し以外にもよくあるんですよ。で場合によっては C さんかわいそうじゃないですか、知らずに買ったから。だから特別に C さんを保護しようってする場面もあるんです。例えば96条3項を見てください。あ、96条1項から見ましょう。詐欺または脅迫による意思表示は取り消すことができる。詐欺、騙された場合は取り消すことができます。そして3項、前2項の規定による詐欺による意思表示の取り消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない、主張できないって書いてます。でね、今詐欺じゃないからあっさり説明するんだけど、もしこの取り消しが未成年者じゃなくて詐欺、騙された取り消しだったら、実は C さんが勝ちました。善意無過失だったら、詐欺の取り消しは A は善意の無過失の第三者 C に対抗できない。これ C さんを保護する特別の条文が詐欺にはあるから C が所有権を取得できた。でも結論から言うと未成年者にこういう条文ないですよ。だから C さんを保護する特別の条文もない。だから 結局 C さんは守られない、所有権取得できない。もしね、未成年者取り消しとかでも善意の第三者守りますよって条文があったら C さん所有権取得できたんだけど、この96条3項のような特別な条文が存在しないから、結局 C さんは所有権取得できない、そういう結論になります。よろしいでしょうか。これね、ぜひ理解していただきたい。あの初っ端から飛ばしていきましたけど、これ取り消し前の第三者っていうすごく重要な論点です。今日無料体験の人ね、これだけでもう知って帰ったらすごいですよ。司法試験の論点一つ潰せました。じゃあ次ね、取り消し前ですよね。前だったら後もありますよね。次にやるのが取り消し後の第三者、タイミングが違う。7ページ見てください。取り消し後の第三者とは対抗関係に立つ。あれ、なんかさっきやりましたよね。20条と出てきた対抗関係がいきなり出てきた。理由復帰的物件変動論、これだけじゃわからないので論証1番見ましょう。あ、出てきた論証、司法試験に必須な論証。これね、似たようなことを書けるようにしなきゃいけないことです。これ論文のパーツになるところです。見ていきましょう。未成年者 X が B に土地を売ったところ、 X の保護者が XB 売買を取り消した。しかし X が登記を復帰させる前に B は C に土地を売却し、 C が登記を備えた。 C は所有権を取得できるか。まずは図を書いていきましょう。はい、未成年者 X、B に土地を売ったところ、まず丸一売買です。で今度はね、 B が C に転売する前に X の保護者が気づいて取り消した。で X が取り消しても X の保護者が取り消してもそんなに違いはないので、ここでは保護者は書きません、図には。取り消しということは、この売買無効になっているはずです。
で、取り消したなら登記を取り戻せばよかったんですよね。取り戻す手続きをして X 名義の登記にすれば事件は起きなかったんですけど、なんと B は C に土地を売りました。おそらく登記がここにあるから自分の土地だと言って売ったんでしょう。C さんは取り消した後に出現してるから取り消し後の第三者と言います。さあこれどう処理しますか。これ今まで習った知識だと取り消すと訴求的無効なんですよね。取り消すと訴求的無効だからここ最初からなかった、 C は無権利者から買った、取得できない終わりのように考えられます。で、実際に実はそういう結論を取る学者の先生も多数いらっしゃいます。しかしながら日本の最高裁判所は論理が一貫してないのでこれは訴求的無効になぜかしません。取り消し後の第三者の場合はなんとですね、最高裁はこう言いました。はい、XB 売買が訴求的無効っていうのはフィクションだとはっきり言いました。これ最高裁の結論ね。最高裁は取り消し後に限ってですよ。取り消し前は違うよ。取り消しで訴求的無効ってのは法的なフィクションだ。まあこの言葉はあんまり引っ張られないでください。要するに法律で難しいことを考えてるのは実態じゃない、実態に沿わないぐらいの意味です。法的なフィクション、じゃあ訴求的無効って処理しないとしたら裁判所どうするんでしょうね。で、後でね、文章の形で見ますけど、まず図で考えましょう。実態はこうです。実態はこう考えました。所有権の流れを矢印で書きます。X から B にまず売買で所有権が移ったんだけど、取り消したから、B から X に所有権が戻ったと考えるんです。で、このように考えることを所有権が復帰したように考えるので復帰的物件変動論と言います。何の難しいこともない。所有権が B から X に戻ったって考えるからこのような考え方を復帰的物件変動論という。ところが B から X に所有権が戻ったにもかかわらず B は自分が登記、自分に登記があることをいいことに C に売った。はい、こういう図が書けます。いいでしょうか。これが復帰的物件変動論ね。で、ここでね、あの皆さん何で書いてます？ボールペン、シャーペン、何でもいいんだけど、ちょっと意図的にね、ここの矢印とここの矢印を太くしてみてください。ここの矢印とここの矢印を太く。意図的にね、これ意図がありますよ。あれ？これって同じ人から矢印2本出てません？ B から X、B から C に同じ人から矢印2本出ていますよね。これは何関係？対抗関係。だから勝ち負けは登記で決める。はい、以上終わり。それだけです。本当にそれだけなんです。
これは判例は復帰的物件変動路を通って同じ人から矢印2本が出てる、これこうですね、いわばこう見やすく書くとこういう対抗関係だから、勝ち負けは投機で決めましょう。先に投機を C が取得したら C のもの、先に X が戻したら X のもの、投機で決める。そういうことになります。よろしいでしょうか。で、なんとなくこれ分かったら難しいのはね、これを文章化しなきゃいけない、文章で書けなきゃいけないです。その文章のパッケージをまとめたのが7ページの下が論証1、はい、制限行為能力取り消しと第三者 B ランク、まあまあ大事です。未成年者 X が B に土地を売ったところ X の保護者が XB 売買を取り消した。しかし X が登記を復帰させる前に B は C に土地を売却し、 C が登記を備えた、 C は所有権を取得できるか。で、この点実質的に見ると、これがポイント。本来は訴求的無効だからこんなこと言えないんだけど、実質的に見ると一旦 B に移転した物件が取り消しにより X に復帰したと見ることができる。したがって B を起点とした B 矢印 A、B 矢印 C との二重譲渡類似の関係が生じている。二重譲渡そのものじゃないけど似てる。で、矢印も文章、あの論文で使っていいですよ。もう B 矢印 X、 B 矢印 C、 二重譲渡類似の関係で、ここでねダメ押しします。なんで判例復帰的物件変動論を取るかというと、C さん絶対負けるっていうこういう結論にしたくないからですよ。 C さん絶対負けるって結論にしなくて、 C さんを場合によっては勝たせたい。なぜかというと、これまた未成年者 X も登記を復帰できるのに復帰しなかった点に落ち度がある。だって取り消したんだから登記すぐに戻せよって思いますよね。戻さなかった X も悪いということで、無制限に保護する必要はない。だからもう先に登記で決めましょう。したがって XC は対抗関係にあり、先に登記を備えた方が確定的に所有権を取得すると解する。そういうことになります。いいでしょうか。で、今回はね、取り消し前の第三者と取り消し後の第三者を場合分けして、まず結論をね導けるようにしてください。法的なロジックを踏んで、そして取り消し後の第三者なんかはこれと似たようなことでいいですよ。一言一句同じじゃなくていいんで、似たようなことを書けるようになってください。これ論証と言います。論文のパーツになります。で、実はですね、7ページの下から2行目にこの論証は論証16、論証17、オリジナルレジュメ48、49を参考にして書くって書いてますね。48見てください。あ、これページ数ずれちゃってますね。失礼しました。これね、50、51に直してください。失礼しました。これ50、51です。で、50ってのは96条3項。これさっきちらっと見たけど、詐欺の第三者で取り消し前。で、51ページは詐欺の第三者で取り消し後。実は取り消し後は全く同じ結論です。ロジックも同じです。で、取り消し前は保護する特別の条文があったので若干処理が違うんですけど、考え方は一緒。なので、実は7ページで学んだところってこれからどんどん生きてくるんです。なので、ぜひ押さえてください。あと1点補足。今日は初回なんで詰めなかったんですけど、実は取り消し前だけここ訴求的無効で、取り消し後は訴求的無効じゃないというのは論理的には破綻してます。その問題点については詐欺のところで取り扱う、詐欺というか物件のところで後で取り扱うんで、今は取り消し前はこうで取り消し後はこう、なんとなく気持ち悪いけど最高裁はそういう考え方を取ってるんだってことで押さえてください。詳しいことは後でやります。ということで、ここで10分間休憩いたします。お疲れ様でした。それでは後半始めていきます。では、さっきね、取り消し前の第三者、取り消し後の第三者やりました。で、あれは論文にも担当にも出るところです。で、特にね、この7ページ目の論証とかこういうのがついている箇所っていうのは論文にも出やすいところになります。
で、次の8ページから、ここはね、どっちかっていうと担当の方に出る、細かい知識になります。イメージとしてね、すごい細かい知識っていうのは担当に出て、さっきみたいにね、いろいろロジックを重ねていくところが論文に出やすい。そんなイメージです。では8ページ目。で、ここから未成年者詳しく見ていきます。どっちかというと知識で、条文の知識を、抑えていくというところです。で、意味。で、まず未成年者の定義は20歳未満のものです。ただ、未満だから20歳は含まない。で、改正法が施行されると18歳になります。で、これ4条見てください。で、これね、もう改正はされたんだけど、施行って言ってね、まだ効力が発生してない。で、4条に年齢18歳をもって成年とするって書いてる。と思うんだけど、これまだ効力発生してないので、今はその隣にね、多分昔の条文書いてると思うんだけど、年齢20歳をもって成年とする、今はこっちです。でもそのうち18歳になります。で、今のルールは20歳未満のものが未成年者ですよね。その場合、20歳未満のものでも婚姻をした場合は成年者とみなされるという制度があります。これ婚姻偽制と言います。753条を引いてください。で、これ未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。おそらくね、皆さん削除って書いてると思うんだけど、その隣に古い条文書いてると思うんですよ。古い条文が、未成年者が婚姻をしたときはこれによって成年に達したものとみなす。今の制度だと未成年者が結婚をすると成年に達したものとみなされます。で、これなんでかっていうと、今度ね、731条見てください。で、ここも婚姻は18歳にならなければすることができないって書いてると思うんだけど、これね、まだね、効力発生してないんです。その左側におそらく書いてる昔の条文、こっちが今有効です。男は18歳に、女は16歳にならなければ婚姻をすることができない。で、今の法律だと20歳未満が未成年で、18歳の男と16歳の女が結婚すると未成年者同士の結婚ですよね。でも結婚して家を一人で借りられないとか不便じゃないですか。だから結婚するともう成年扱いにして一人で契約をできるようにしました。これが婚姻偽制という制度です。ただね、改正法が施行されるとこの制度はなくなります。なぜかというと、改正されると18歳で成年、そして結婚できる年齢も男女18歳に統一されるので、結婚できる年が成年なんですよ、改正されると。なのでこの制度はなくなります。でね、試験をいつ受けるかで、その試験時に有効な法律が出るので、これ変わると思います。皆さん、自分の試験受ける年でどっちなのか考えていってください。あとね、未成年者が20歳未満、改正法が施行されると18歳というのは、これ民事関係のみです。何言ってるかというと、例えばね、今の法律で18歳同士が結婚して婚姻偽制で成年になったとしても、あくまで酒も飲めないしタバコも吸えない、そういうことになります。あとですね、児童福祉法とかの児童の年齢は18歳で切れたり、いろんな法律によって違いますので、そこは注意してください。民法絡みはこれって話です。そして、未成年者の行為は法定代理人、親ですね、の同意を得ない場合、原則取り消すことができます。5条2項をご覧ください。5条2項ですね。1項から見ましょうか。5条1項、未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得または義務を免れる法律行為についてはこの限りでない。2項、前項の規定に反する法律行為は取り消すことができる。つまり、未成年者の行為はね、法定代理人の同意を得ない場合は取り消すことができる。で、取り消すことができるって書いてるのは、未成年者も契約を自分で取り消すこともできるし、親も取り消すことができる。ただし、取り消すことができない行為があります。まず、
保護者があらかじめ同意した行為は未成年者が一人で契約してきても当然有効です。取り消すことはできません。で、あとですね、保護者から渡された一定の財産の処分、5条3項を見てください。第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも同様とする。具体例パッと思い浮かびます？目的を定めて処分を許した財産、例えばこんな感じ、はい、10万円渡すからこれ学費にしなさい。親が目的を定めて渡した財産、子供はその学費に使うという目的の範囲だったらそれを使っても有効、取り消すことができない。で、後半の目的を定めないで処分を許した財産、これいわゆる小遣いですね。小遣いって自由に使って5000円とか渡されたらそれは自由に使える、そういうことです。で、次、単に権利を得または義務を免れる行為、これ何でしょう。これ取り消すことができません。例えばね、子供がおじいちゃんからお年玉をもらいました。お年玉をもらうっていうのは立派な贈与契約という契約です。でもこれって子供に不利益ないじゃないですか、もらうだけだから。だから不利益ないから取り消すことができない。これが単に権利を得で、あと義務を免れる行為、まあ、竹山くんがね16歳だとして100万円の借金があった、100万円の借金を免除する、これ義務を免れる行為で、これも子どもにとって未成年者にとって不利益がないから取り消すことができない、そういうことになってます。次、保護者が未成年者に営業を許可した場合、その営業に関する行為6条を引いてください。一種または数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては成年者と同一の行為能力を有する。例えばですね、16歳の人がラーメン屋をやりたいと言った。で、親に許可をもらった。で、許可をもらってラーメン屋をやった場合は、そのラーメン屋に関する契約だけは一人でできます。だってそうじゃないと不便でしょうがないですよね。商売できないですよね。だからもう一回6条1項見てください。一種または数種の営業を許された、保護者から許された未成年者は、その営業に関してはですよ、他の営業はダメ、許されたラーメン屋に関しては成年者と同一の行為能力を有する、そういうことになります。で、6条2項、前項の場合において未成年者がその営業に耐えることができない自由があるときは、その法定代理人は第4編の規定に従い、その許可を取り消し、またはこれを制限することができる、そういうことになります。で、最後、遺言。遺言っていうのは、自分が死んだら自分の財産を誰に渡すか、これ書くんですね。で、遺言は取り消すことができません。というのも、満15歳に達した場合は自由に遺言ができますってルールがあるんですね。961条15歳に達した者は遺言をすることができる。で、これ遺言って読んでも遺言って読んでもいいです。法律家は遺言って読みがちですが、要するに15歳に達したら遺言ができる、15歳に達し ない場合は無効なので、取り消すとかそういう話じゃないってことです。あと、嫡出でない子の認知、780条を見てください。認知をするには、父または母が未成年者または成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。認知というのは何かというと、結婚してない男女間で子供が生まれました。お母さんは、まあ、お腹の中で自分で産んだから分かるけど、お父さんはね、認知っていうのをしないと、この子は自分の子供ですっていう認知って手続きをしないと、戸籍に自分の子供って乗らないんですね。それを認知と言います。その認知も、これだって親が取り消すとか変ですよね。なので取り消すことができない行為です。
じゃあ未成年者の保護者、親の権限見ましょう。法定代理人は通常は親権者で親です。818条を見てください。818条、818条1項、成年に達しない子は父母の親権に服する。で819条1項、父母が競技場の離婚をするときはその競技でその一方を親権者と定めなければならない。まあ、離婚した場合は片方で、結婚する場合は両方が親権者になります。で、親権者がいないとき、または親権を行う者がこの財産を管理する権限を有しないとき、どういうことかというと、親が2人とも亡くなったとき、これ後見人がつきますし、あとね、親がいるんだけど何らかの事情で親が財産管理できない、まあ、例えばね、親が成年非後見人になっちゃったとか、そういう場合は後見人がつきます。838条、後見は次に掲げる場合に開始する。1号、未成年者に対して親権を行う者がないとき、または親権を行う者が管理権を有しないとき、これ未成年後見人です。で、2号、後見開始の審判があったとき、この2つに後見が開始します。でね、ちょっとここもね、勘違いしがちなので少し深めておきます。838条1項1号、これ未成年後見人と言います。で、838条2号につくのが成年後見人と言います。じゃあここで問題を出しますね。今から私が言うことは正しいか正しくないか、丸×を決めてください。未成年後見人は未成年者につく後見人であり、成年後見人は成年者につく後見人である。丸か×か、いいですか、もう一回いきますよ。未成年後見人は未成年者につく後見人であり、成年後見人は成年後見者に、成年につく後見者人である。丸か×か、決めました？これ×ですよ。これね、めちゃくちゃね、担当の引っ掛けに多いですよ。そもそもこの2つは全く別の制度、名前似てるけど、未成年後見人ってのは未成年者に親がいなくなった時につく人です。親代わりです。親権者がいなくなった時、だから未成年後見人は未成年者にしかつかないという意味で、それは正解。間違ってるのがこっち。成年後見人というのはどういう定義でした？成年非後見人というのは自理弁識能力を欠く状況ですよね。本人が自理弁識能力を欠く状況の時つくのが成年後見人です。とすれば成年後見人は未成年者にもつく可能性がありますよね。精神状態の問題ですから、成年後見人ってのは。だからこれ名前が良くないんだけど、成年後見人ってのは未成年者につく可能性もある。未成年後見人は未成年者にしかつかない、全然違う制度。親がいない時が未成年後見人で、成年後見人ってのは精神障害とかで自理弁識能力を欠く状況にある時につく制度です。これ担当の引っ掛けでよくあるので、もう今から覚えておきましょう。
よろしいでしょうか。じゃあね、続きいきます。で、未成年後見人の話です。いじめの続きですね。で、複数課って書いてあります。未成年後見人が2人いるとか3人いるというのは一応可能です。840条ご覧ください。前条の規定により未成年後見人となるべき者がいないときは、家庭裁判所は未成年被後見人またはその親族その他の利害関係人の請求によって未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも同様とする。家庭裁判所が未成年後見人を選んで2項。未成年後見人がある場合においても家庭裁判所は必要があると認めるときは、前項に規定するものもしくは未成年後見人の請求によりまたは職権でさらに未成年後見人を選任することができる。2人以上選任できるということですね。さらに選任できるということは。で、さらに自然人だけじゃなくて法人もいいんですよ、未成年後見人。840条3項。未成年後見人を選任するには未成年被後見人の年齢、心身の状態並びに生活及び財産の状況、未成年後見人となる者の職業及び経歴並びに未成年被後見人との利害関係の有無、未成年後見人となる者が法人であるときは法人が想定されています。その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と未成年被後見人との利害関係の有無、未成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。これ未成年被後見人を選ぶ基準なんですが、その中で法人も想定されています。で、なんでこのレジュメにいきなり複数か法人かこれがピックアップされているかというと、これね、比較的出やすいんですよ、担当で。なぜかというと、昔の法律では、法律ね、これ変わったんですけど、一人じゃなきゃダメだって時代があったんです。あと法人ダメだって時代があった。だからここ引っ掛けで出やすいんですよ。今は複数できるし法人もなることができる、そういうことになります。じゃあ保護者の権限です。ケースを見ていきましょう。丸1、未成年者は保護者の同意を得ずに100万円で車を買う契約を締結してきた。保護者は何ができるか。で、丸2、未成年者が有効に契約を締結するためには何をすればよいか。もう丸1からいきましょう。同意を得ずに勝手に未成年者が契約をしてきた場合、保護者は2つの選択肢が取れます。1つ目はけしからん、取り消す。保護者は売買契約を取り消すことができる、取り消し権です。5条2項を見てください。前項の規定に反する法律行為は取り消すことができる。で、保護者が未成年者の契約を取り消すとどうなりますか。どうなりますか。はじめから無効になるんですね。取り消すとはじめから無効になる。何条出てくる。120条。こういうのもね、だんだんパッと引けるように なりましょう。慣れてったらできます。121条ね、失礼しました。121条、昔120条だったんですよ。121条です。取り消された行為ははじめから無効であったものとみなす。取り消すと最初から無効になる、そういうことです。でも保護者ね、もう一個できる行為があって、実はちょっと未成年者勝手にやってきたけどいい契約じゃないかと言って後から認めることができます。保護者は売買契約を追認することができる。これ事後的に認めることを追認と言います。これ122条です。取り消すことができる行為は120条に規定するもの、これ取り消すことができるもので保護者が入っています、が追認をしたときは以後取り消すことができない。保護者が追認をする、認めるとその契約が完全に有効になります。取り消しできなくなる。追認すると売買契約が確定的に有効になり、その後取り消せなくなる。保護者はこの2つを選ぶことができます。取り消すか追認するか。じゃあ9ページ。じゃあ未成年者1人で契約したいときはどうするか。まず保護者の同意を得ます。保護者には同意権があるということですね。逆に、5条1項を見てください。未成年者が法律行為をするにはその法定代理人の同意を得なければならない。
同意を得なければならないってことは同意権があるってことです。で、これ包括的同意も可です。要するに包括的の対義語は個別的ですよね。大丈夫ですかね。この言葉も一般的な日本語ですけど、よく法律で出てきます。包括的ってまとめてって意味ですよね。対義語は個別的。個別的同意ってのはこの契約いいですよねって一個一個同意を取ること。包括的同意ってのは明日やってくるいろんな契約何でもいいよ、これざっくりとした同意でもいいんですよ。包括的同意でもいい。あと目次の同意もか、はっきりと認めてないんだけどまあそうだろうなっていうのを目次の同意と言います。まあ保護者はいいだろうな、そういう場合も可です。例えば保護者にね、ちょっと高校生がちょっと自分のお金でバイク買ってきていいって言って、保護者がねどうだろうなって言った、これ明確に反対してないからまあ認めてますよね。こういう目次の同意でもいいってことです。で、あと保護者に代理して契約を結んでもらうことも可能です。他人のかに代わって契約をすることを代理と言います。保護者には代理権があります。824条見てください。親権を行う者はこの財産を管理し、かつその財産に関する法律行為についてその子を代表する。で、代表って書いてますね。代表の意味は何でもかんでも代理できるっていう意味なので、保護者には代理権、代わりに契約する権利があります。ただしその子の行為を目的とする際も生ずべき場合には本人の同意を得なければならない、まあ、こんなものもあります。じゃあ次、成年非後見人見ましょう。で、意味です。成年非後見人は精神上の障害により自理を弁識する能力を欠く状況、常にないってことです、にあるもので、後見開始の審判を受けたもの、これを言います。で、7条さっき見たので8条を見ましょう。8条は後見開始の審判を受けたものは成年非後見人とし、これに成年後見人を付する。面倒見られる方が成年非後見人、面倒見る方が後見人、成年後見人になります。で、審判の申し立てがなされ、審判の申し立てというのはこの人成年非後見人にしてくださいって申し立てがなされて、審判の要件、つまり自理弁識能力がないなと考えたときは、家庭裁判所は必ず審判しなければならない。審判というのは成年非後見人にするっていう決定をしなければならないってことです。ちなみにどうやって自理弁識能力を測るかというと、精神鑑定です。精神科医のお医者さんが実際に自理弁識能力を書くかどうかを調べるってことです。で、要件が消滅したとき、これ何かというと重度の精神病で自理弁識能力がなかったんだけど回復したときね、自理弁識能力が戻ったときは請求により誰かが取り消してくれと言うと、家裁が審判を取り消してくれます。10条です。7条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、未成年後見人及び成年後見人を言う、以下同じ、後見監督人、未成年後見監督人及び成年後見監督人を言う、以下同じ、または検察官の請求により後見開始の審判を取り消さなければならないということになります。でね、取り消すと宣告、成年非後見人にしますって宣告は将来に向かって消滅する。で、ここでね、将来に向かってって話が出ましたよね。これの逆が訴求的っていう意味です。訴求的と将来に向かっては対義語、これ法律用語ですね。
これもね、いろんな法律で出てくるので知っておいてください。訴求的に消滅するのを訴求効と言ったりします。最初から全部無効になるというのが訴求効で、将来に向かってを将来効と言ったりします。でちょっと将来効はどういうことか説明しますね。ここで貢献開始になったとします。でここで貢献開始で成年後見人につきました。で成年後見人は成年非後見人の行為を代理できます。代わりに契約してきます。だからここで後見人が代理で契約、ところが自利弁識能力回復したんで、ここで審判取り消し、で審判取り消しは将来項の意味は、この審判取り消してからこの人は成年後見人じゃない、すなわち行為能力をここから回復します。でも貢献開始から審判取り消しまでの間もひっくり返さないんですよ。これでこれは今まで通りでいいよ。つまり行為能力なし、ここは行為能力なし、成年非貢献人でよかったんだよ、なしのまま成年非貢献人ままで、ここは正しい状態、今から変えましょうってのが将来項だから、貢献人が代理で契約したのも有効、ここはひっくり返さない。これを将来項と言います。審判取り消ししてから行為能力ありにしましょう。今までのことは動かさないよ、将来項。逆に言うと今までのことも全部なしにするのが訴求項ってことです。いいでしょうか。審判取り消しすると行為能力を回復しますからね。後見人じゃないってことは行為能力を回復する、ありになります。じゃあ次行きましょう。じゃあ成年非後見人の行為は一定の行為を除き取り消すことができます。9条見てください。成年非後見人の法律行為は取り消すことができる。ただし日用品の購入その他日常生活に関する行為についてはこの限りでない。未成年者と成年非後見人の法律行為というのはこう考えてください。原則ね、全部取り消すことができる。だから すごい制限されてるんですよ、この2人は。未成年者と成年非後見人。ただ、成年非後見人の場合は9条正し書き、ただし日用品の購入その他日常生活に関する行為についてはこの限りでない。日用品の購入とか、例えばコンビニでおにぎり買った契約とか一時取り消すと大変だし、そこまでやんなくてもいいじゃないですか。だから取り消すことができない行為、まず一つ目、日用品の購入その他日常生活に関する行為。これはどんなにね変な契約やってきても、これはもう認めてあげる、本人の自由にやらせてあげる。あともう一個、婚姻離婚などの身分法上の行為も取り消すことができません。なぜかというと本人の意思を尊重すべきだから。だっておかしいですよね。成年非後見人が結婚したのを非後見人が成年非後見人が結婚したのを後見人がやめとけ取り消すってのはおかしいですよね。だからそれはできない。あとね、保護者の同意がある行為は取り消すことができないかというと取り消せます。これ覚えておいてください。成年後見の場合は保護者の同意は無効です。保護者の同意が無効ってどういうことか。後見人が同意をしたとしても非後見人が契約をすると取り消すことができる、そういう意味です。
意味わかんないって思ったから、こう考えてください。あの成年非後見人になる精神障害のレベルってむっちゃくちゃ重いです。はっきり言います。保護者が同意しても同意の意味を理解できないレベルなんです。そういうレベルだから同意したとしても無効、意味がない同意の。なので保護者が同意をしたとしても取り消すことができます。だからここのリストに保護者の同意した行為って書いてない、そういうことです。じゃあ次、保護者成年後見人の権限です。代理権取り消し権追認権、この3つです。代理権859条を見てください。飛びます。代理権に関しては後ろの方に書いてるんですね。859条1項、後見人は被後見人の財産を管理し、かつその財産に関する法律行為について被後見人を代表する。代表って何でもかんでも代理するでした。だから未成年者に似てますよね、条文が。あと成年被後見人は取り消し権、成年後見人には取り消し権があります。9条はもう見ましたよね。であと追認権122条、これは、未成年者と一緒です。でさっきやった通り同意権はありません。同意の意味を理解できないから。であとね、保護者は裁判所が選任します。で複数化、これも昔は一人じゃなきゃダメだったんですよ。法人可能です。843条を見てください。家庭裁判所は後見開始の審判をするときは職権で成年後見人を選任する。で3項を見ましょう。成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は必要があると認めるときは前項に規定するもの、もしくは成年後見人の請求により、または職権でさらに成年後見人を選任することができる。2人目を選べる。4項をご覧ください。成年後見人を選任するには、成年非後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年非後見人との利害関係の有無、成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年非後見人との利害関係の有無、成年非後見人の意見、その他一切の事情を考慮しなければならない、まあ、そういった条文になってます。であとね、夫婦の一方が当然に成年後見人になるわけではない。あの昔はね、実は旦那さんが成年非後見人になると奥さんが成年後見人になるっていう法律だったんです。でもね、これ不合理だったんですよ。わかります？不合理って想像つきます？このね、成年後見制度が一番使われるのが認知症です。だってもちろん年の差婚ってありますけど、大体年齢一緒じゃないですか。旦那さんが認知症だったら奥さんもね、認知症は危ないんですよ。なのでこの夫婦の一方が当然に成年後見人にするのはおかしいだろうということで、今はね普通にね、いろんな人から選べます。で親族から選ぶこともあれば、あの親族ってね、使い込み事件も多いので弁護士とかそういうのが選ばれることも多いです、最近は。じゃあこれが成年非後見人です。じゃあ次、非補佐人。意味は、非補佐人は精神上の障害による事理を弁識する能力が著しく不十分なもので、補佐開始の審判を受けたもの、これを言いました。10ページで、非補佐人のなした行為は実は全部じゃないんですよ。以下の重要な行為に限って補佐人の同意がない場合、取り消すことができる。つまり非補佐人が一人でできないことってのはリスト化されていて、それ以外は全部一人でできる。一部だけ制限されてるイメージで、イメージとしてね、例えばちょっと認知症が入ったおばあちゃん、あの土地の売買だけは一人でやらせたら危ない、そういうのを制限する。で普段の契約はもう自由にやらせる、そういうものです。で13条1項のリストがここに並んでます。13条1項を見てください。民法13条1項、非補佐人が次に掲げる行為をするには、その補佐人の同意を得なければならない。ただし9条ただし書き、これは日用品の購入とか
に規定する項についてはこの限りでない。1号、元本を領収しまたは利用すること。これ何言ってるかというと、人に100万円貸してるときにその100万円を取り返すこと。これなんでダメかっていうと、今はね金利低いからいいけど、たまにねすごい10億とかだったらその利息で暮らしてる人っているんですよ。でもその10億回収しちゃったら利息ないじゃないですか。だからダメ。一方で利息とか賃料の領収、これは同意不要。あくまで元本ね、100億貸してるなら100億円回収したらダメだけど、利息部分は一人で回収できる。でこっちで見ましょうか。2項は借財または保証をすること。まあこれ分かりますね。借金させたらダメですよね。借金は補佐人の同意が必要。ただ時効更新の債務承認、これ今ふーんって聞き流してください。そのうち出てきます。は同意不要。で丸3、これねイメージしやすい。不動産の売買その他重要な財産に関する権利の特措を目的とする行為、これ重大行為だから一人でできない。訴訟行為もそうですよね。あと贈与って一方的に財産を失うし、あの和解、トラブルで和解をする時とか仲裁合意、仲裁合意ってのはね、 A さんと B さんトラブルを起こしている時に C さんに結論決めてもらいましょう。もう裁判絡みなのでこのあたりは一人でできない。でイメージでいいですよ。このあたり今ね個々の制度知らないから覚えるの大変だからイメージでいいです。要するにこのような重要な行為は一人でできない、そういうことです。相続を承認放棄、遺産分割すること、あと贈与の申し込みの拒絶、お金いらないよっていう遺贈の放棄、負担付き贈与の申し込みの承諾、負担付き遺贈承認、建物の新築改築増築大修繕を注文すること、土地について5年、建物について3年を超える賃貸借をすることでね、なんで5年3年なんだって思った人いますよね。この5年3年ね、実はねちょっとポイントなんですね。先取りなんだけど条文引いてください。602条、この年数は短期賃貸借って呼ばれる年数です。よく分かんなくてもいいからレジュメに602ってメモして、602も復習の時に引くようにしておいてください。つながってるんです、602条と。処分の権限を有しない者、まさに被補佐人みたいな人が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借はそれぞれ当該各号に定める期間を超えることはできない。契約でこれより長い期間を定めた時であってもその期間は当該各号に定める期間とする。1号、樹木の採植または伐採を目的とする山林の賃貸借10年。2号、前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借5年。3号、建物の賃貸借3年。4号、動産の賃貸借6ヶ月。まあこれを超えるとダメだということになります。いいでしょうか。で、あとその他家庭裁判所の定める行為、これもね特別に同意が必要だって定めることができます。いいでしょうか。あとですね、13条4項を見てください。補佐人の同意を得なければならない行為について、補佐人が非補佐人の利益を害する恐れがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は非補佐人の請求により補佐人の同意に代わる許可を与えることができる。この補佐人がね同意してくれないときは家庭裁判所に同意を求めることができます。よくあるのがこういう話、竹山君が非補佐人だとします。で、非補佐人ねちょっと体が悪くなってきたから自宅を売り払って老人ホームに入りたい。不動産の売買だから許可必要ですよね、同意必要ですよね。でも補佐人が同意してくれない、これよくあるパターンなんですね。その場合は家庭裁判所に同意をしてもらうってことになります。そうすると家を売ることができる、そういう話です。で、ここのリストなんですけど、今の段階ではいちいち覚える必要は全くありません。イメージとして重要な行為ってイメージを持って、例えば3と4、不動産の売買とか裁判とか、これは重要な行為の例だよね、その程度でいいです、今の段階では。で、細かいことは担当試験の直前に詰め込む、
今はざっくりと押さえるだけでいいです。ここは直前期の勉強とやっぱ今の勉強と違って、今の勉強は全体を理解することと、あと論点、論証があるようなところを深く理解する、そういった勉強をしていってください。じゃあね、ここで問題出します。竹山君、非補佐人だとしましょう。バスで町に遊びに行きました。バスのお金が足りなかったので友達から200円借りました。取り消すことできますか？これできないですね。できなさそうですね。根拠は？実はですね、これね、ここの借財には当たっちゃうんですよ、200円だから。でも次、これもう条文で引きましたけど、上のリストに該当しても日用品の購入その他日常生活に関する行為は取り消せない。こっちなんですね。バスのお金を借りるっていうのはまあ日常生活に関する行為だから取り消せないということになります。いいでしょうか。じゃあ次、保護者の権限です。同意権、取り消し権、追認権、この3つがあります。でこれ一定のものの請求により代理権を付与できる。これどういうことかというと、非補佐人って割としっかりしてる、成年非後見人とかに比べて割としっかりしてる人から、だから補佐人って代理権原則ないんですよ。補佐人は重要な行為の同意ができるだけ。でも一定のものの請求により補佐人に代理権をつけることができます。最初はついてない、オプションでつけることができる。本人の申し立てまたは同意が必要です。876-4引いてください。876-4です。876条の4、1個、家庭裁判所は11条本文に規定するものまたは補佐人もしくは補佐監督人の請求によって非補佐人のために特定の法律行為について補佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。で、代表じゃなくて代理ってなってますね。個別行為の代理、これとこれだけ代理っていうニュアンスです。代表ってのは全部まとめてっていうニュアンスだから、ここは代理ってことになってます。で、2個、本人以外のものの請求によって全項の審判をするには本人の同意がなければならない。本人の同意がないと代理権を補佐人につけられないってことになります。で、勘のいい人分かってきましたね。なんか代理絡みの条文だけ後ろにありません？そういう構造になってるんです。で、これはもうやりました。じゃあ次、非補助人ね。一番軽い人、意味、非補助人、精神上の障害により自理を弁識する能力が不十分でもので補助開始の審判を受けたもの、これが補助人です。で、本人以外の請求により補助開始の審判をする場合には本人の同意が必要。これね、精神障害かなり軽いから本人が請求するか本人がいいって言った場合じゃないと補助人つけられません。15条2項を引いてください。15条2項です。本人以外のものの請求による補助開始の審判をするには本人の同意がなければならない、そういうことです。そして、15条3項を見てください。補助開始の審判は17条1項の審判または876条の9第1項の審判とともにしなければならない。これ何かというとレジュメに書いてます。これね、同意を要する行為をこれにするよって審判、または代理権をつけるよって審判とともにします。ここ難しいよね。補助人って結局どういうシステムかというと、実はこれなんです。取り消すことができるんですけど、非補佐人のリスト1から9の中で家庭裁判所が認めたものだけ。これこういうイメージです。例えば竹山くんが認知症進んできて非補助人にしたいって時は、竹山くんができなくする行為を決めるんですよ。不動産の売買だけあなたは一人でできません。その場合は補助人の同意が必要です。他は全部できます。だから一人でできなくする行為を決めて、その決める審判、これが同意を要する行為の審判、あるいは代理、
補助人が代理できる審判と共にするってことなんですね。17条1項をご覧ください。家庭裁判所は15条1項を本文に規定するものまたは補助人もしくは補助監督人の請求により被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただしその審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は13条1項に規定する行為のしかも一部に限る。全部だと補佐人と一緒だから。だから13条1項のリストの中でこの行為だけできなくするよって決めて補助にします。ちなみに13条1項10号ってありますね。これ家庭裁判所が決めた行為だから全各項に掲げる行為を制限行為能力者未成年者成年被告権人被補佐人及び17条1項の審判を受けた被補助人及び以下同じの法定代理人としてすること、まあ、家庭裁判所がね、これって決めることもできます。いいでしょうか。あ、失礼しました。10号じゃなくて13条2項すいません13条2項を見てください。家庭裁判所は11条本文に規定するものまたは補佐人もしくは補佐監督人の請求により被補佐人が全項各項に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその補佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。何を言いたかったかというと補佐人の場合は13条1項のリスト以外でも許可を同意が必要な行為を家庭裁判所が決めるんですよ2項で。でも17条1項では13条1項に規定する行為の一部に限るって書いてるから家庭裁判所がこれもダメってのはできないんですね。あくまで13条1項のリストの中この中でしか選べないってことです。いいでしょうか。まさにこれですね。被補佐人のリスト1から101から9ね10が入ってないってこと。要するにこれ10が入ってなくて丸1から9の中で10が入ってないというのがポイント。家庭裁判所が認めたものだけ取り消すことができます。丸10が入ってない。で保護者の権限です。同意権取り消し権追認権代理権とともに家庭裁判所が認めたもののみ認められます。ちなみになんでここカッコつけてるか分かります。同意権取り消し権追認権これね一つセットです。同意権があれば取り消し権追認権も自動的についてきます。全部なければない。これはワンセットなんです。なぜかというと例えば竹山君を不動産売買できない補助人にしました。同意ができるってことは同意なしに契約したら取り消せる。逆に言うと事後的同意もできる。追認って事後的同意だからね。これ論理的にワンセットなんですよ。それも覚えておいてください。同意権取り消し権追認権は全部認めるかないかどっちか、あと代理権は別個に認められるってことです。じゃあ括弧6審判相互の関係です。より重い方の審判をするときは軽い方の審判を取り消します。19条です。貢献開始の審判をする場合において本人が被補佐人また被補助人であるときは家庭裁判所はその本人に関わる補佐開始または補助開始の審判を取り消さなければならない。貢献にする場合は軽い方を取り消す。2項前項の規定は補佐開始の審判をする場合において本人が成年被告人もしくは被補助人であるときまた補助開始の審判をする場合において本人が成年被告人またもしくは被補佐人であるときについて順用する。でより重い方の審判をするときは軽い方の審判を取り消しますし、あるいは軽い方にすると重い方を取り消す。1個しかできないということです。成年貢献開始の審判をするときは補佐開始の審判を取り消すということになります。じゃあ保護者の権限のまとめです。同意権取り消し権追認権代理権がありまして親権者未成年貢献には全部あります。成年貢献人にはこれ大事同意権ない。成年被告人には同意の意味を理解できないぐらい重いから動揺しても意味がない×で他はある。補佐人は同意権取り消し権追認権あるけど代理権は家庭裁判所が認めた場合のみ、補助人は全部家庭裁判所が認めた場合のみです。これもね頭に入れといてください。特に成年後見人に同意権がない
これめちゃくちゃ担当に出ます。じゃあちょっと3ページに戻ってきてください。これ制限行為能力者の一覧表で、未成年者と放課がまず違うよって左側に書きました。最初未成年者だけちょっと違って、これが自利弁識能力パターンだよ。これね、分類するとしたら未成年者とそれ以外に分けられます。でももう一つ分類方法があって、ここで分けることもできます。ここで分けると何かというと、上はね行為能力全部制限なんですよ。基本的に全部一人でできないのが上の2つで、下が行為能力一部制限なんですね。こういうグループ分けもできます。で、この全部制限一部制限のグループ分けは後々出てくるので、ちょっと頭の片隅に入れておいてください。未成年者成年非後見人と非補佐人非補助人を分けるところがそのうち出てきます。よろしいでしょうか。で、あと全部制限っていうのはないに等しいですよ。なので無能力にも等しいです。全部制限とは無能力だから、制限っていう単語だけ使ったらこっちを指す方が多いです。制限されてるないみたいな感じですね。いいでしょうか。では11ページに戻ります。11ページ下から1,2,3,4,5,6行目、制限行為能力者の相手方の保護、あ、催告権です。制限行為能力者の相手方は1ヶ月以上の期間を定めて、期間内に追認するかどうかを格闘するよう求めることができます。これ何言ってるかというと、例えば未成年者とうっかり契約をしちゃった人っていうのは、そのうちね保護者から取り消しって言われるかもしれないし、追認って言われるかもしれないですよね。でもはっきりしてほしくないですか。早いとこ、取り消すなら取り消す、買うなら追認する、はっきりしてくれよって言いたい。そこでこの催告権っていうのが認められている。うっかり制限行為能力者と契約しちゃった人は1ヶ月以上の期間、考える期間を定めて、期間内に追認するかどうか、取り消すのか追認するのか、はっきりしろと格闘するよう求めることができます。20条1項です。制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者、行為能力の制限を受けない者を言う、以下同じとなった後、その者に対し1ヶ月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを格闘すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に格闘を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。そういうシステムになってます。で、これすごく複雑なシステムに実はなっています。どういうことかというと、制限行為能力者 A がいます。で、保護者 B がいます。で、相手方 C がいます。で、相手方がはっきりしてくれって催告をするのは普通は保護者ですよね。で、保護者に催告した場合の効果は場合分けしなくていいんですけど、こっちに催告しちゃった場合どうなるかって話は少し場合分けが必要です。で、別に格闘があればいいんですよ。追認しますとか取り消しますとか格闘があればいいんですけど、問題は格闘がない場合です。
じゃあ、確答がない場合どうなるか。実はね、条文を最初に見ると混乱するので、まずはルールの概要を頭に入れていきましょう。11ページの一番下の行、実はね、追認できる人が追認できない人かで場合を分けします。追認できる人、例えば保護者。保護者って絶対追認できますよね。あとね、マニアックなんだけど、能力者となった後の本人。この人が非補佐人で、非補佐人のままだったら追認できないけど、たまに精神障害が治って非補佐人じゃなくなることありますよね。その場合ももう正常に戻った、正常って言ったらダメだけど、正常に戻ったから追認できるということになります。なのでこの追認できるもの、保護者と能力者となった後の本人に催告した場合、この場合は無視されると追認したものとみなされます。だってこの人たちは、だって催告の意味分かる人ですね。催告の意味が分かって無視をした。プラス、もともとね、だって取り消さない方がいいじゃないですか。向こうは信じて契約をしてたから。だから、これは追認したものとみなされます。一方で、追認できないもの、非補佐人とか非補助人に保護者の追認を得るよう催告した場合。で、催告して無視された場合です、これ。これは取り消したものとみなされます。20条4項をご覧ください。制限行為能力者の相手方は非補佐人または17条1項の審判を受けた非補助人に対しては第1項の期間内にその補佐人または補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合においてその非補佐人または非補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときはその行為を取り消したものとみなす。非補佐人や非補助人に催告をして無視された場合は取り消しになります。まあわかりますよね。こっちに催告したら、催告して無視したら追認したものとみなされる。で、こっちに催告して無視されたら取り消したものとみなされる。そういうことになります。ただ、ちょっと細かくて、制限行為能力者が能力回復したら保護者扱い、追認できるもの扱いになります。そしてね、4項見たは、非補佐人と非補助人しか書いてない。ここ見てください。未成年者成年被告人に催告した場合、これはそもそも無効、全く意味がありません。なぜか98-2を見てください。意思表示の相手方がその意思表示を受けたときに意思能力を有しなかったとき、または未成年者もしくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。何言ってるかというと、未成年者や成年被後見人に何か意思表示をしても無効だって言ってるんです。なんでかというと、さっきやりませんでした、グルーピング。未成年者と成年被後見人と非補佐人非補助人違うよ、あれですよ。上の2つは行為能力基本的に全部制限だから、その人たちに何かやっても意味がないんです。で、ただし次に掲げるものがその意思表示を知った後はこの限りでない。1号、相手方の法定代理人、親が知ったらそれは意味があるよ。で、2号、意思能力を回復しまたは行為能力者となって相手方、行為能力を回復したらそれは意味があるよ。そういう条文になります。いいでしょうか。なので、追認できないもの、非補佐人非補助人に催告した場合で、無視されたら取り消したものとみなされるんだけど、未成年者成年被後見人に対する催告はそもそも全く意味がない。ここはもう一回ね、復習の時にご自身の頭で整理してみてください。やっぱり一回ね、自分の頭にで納得しないとこの辺は覚えられません。いいでしょうか。じゃあ次行きましょう。詐術を用いた場合、これはねそんなに難しくない話です。制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。よくあるのがですね、18歳の人がですね、お兄ちゃんとかお姉ちゃんの運転免許証に自分の写真を重ね合わせて偽造の運転免許証を作るんですよ。で、私21歳って言って契約をしてくる。これが詐術、自分を成年だと見せかけた。で、その場合まで取り消しを認める必要はないので、
詐術を用いた場合は、嘘ついた場合はその行為を取り消すことができない。嘘というのは未成年者が成年であると嘘をついた場合です。行為能力者であることを信じさせるために詐術を用いたときで、これね、詐術って結構レベルが高くて、その運転免許証偽造したとかそういうレベルです。で、ここ見てください。単なる黙秘は含まれない。未成年者って聞かれて黙ってるだけだと詐術には当たりません。ただ黙秘と他の言動が相まって相手方の誤信を強めた場合、いろんな行動と、ね、相まって、あ、この人青年だって思わせた場合は詐術に当たる。これはその通り覚えておいてください。理由は相手方の信頼保護と未成年者保護の調和の観点です。で、ここでレジュメにね、この再犯昭和44年2月13日とか書いてますよね、数字が。これ判例です、いわゆる。で、判例はレジュメに書いてなくて、セブンサミットのページ数を書いてますので、ここを見るということです。で、今日ね、セブンサミットお持ちのじゃない方はここに移すので、それ見ていただければいいんですけど、お持ちの方はセブンサミットの57ページ見てください。まあ、ここにも移しますし、そんなね大したことじゃないので、今回は別に持ってなくても大丈夫です。例えばセブンサミットの57ページのここに判例があります。無能力者であることを黙秘していた場合でも、それが無能力者の他の言動などと相まって相手方を誤信させ、または誤信を強めたものと認められるときは、なお詐術にあたると言うべきであるが、単に無能力者であることを黙秘していたことの一時をもって右に言う詐術にあたるとするのは相当でない。まあ、レジュメに書いてることと一緒ですけど、こういうことを最高裁は言っています。まあ、ふーんと思っておいてください。じゃあ12ページ最後、うですね、時効。取り消し権は追認できる時から5年で時効、要するに5年で消えちゃうってことです。で、行為の時、契約とかをやった時から20年で除斥期間にかかります。126条を見てください。取り消し権は追認をすることができる時から5年間行使しない時は時効によって消滅する。追認できる状態になった時から5年経つと消滅します。あと、追認できる状態になってなくても、とにかく契約の時から20年経ったら、20年を経過した時も同様とする。20年経っても、消えます。で、時効とかまだやってないんで、今ここふーんと思っておいてください。いいでしょうか。あ、で、すいません、これちょっと訂正です。除斥期間にかかるっていうけど、20年で時効に直してください。これちょっと法改正で時効になりました。まあ、消えるってことです。5年と20年で消える。いいでしょうか。で、時効に関してはちょっと後でしっかりやるので、今は消えるんだっていうざっくりとしたイメージで結構です。では13ページ、失踪もね、今日やりたいので頑張っていきましょう。第2節、失踪です。失踪の意味、失踪っていうのは一定期間生死不明の者の死亡を犠牲して、犠牲ってのは死んでるか知らないか分からないけど死んだことにするってことです。法律関係を確定させる制度です。なんかひどいようにも思えるけど、例えばね、第二次世界大戦で兵隊として行って10年間戻ってこない、まあ、とりあえず亡くなったことにして、例えばね、相続とか進めないと先に進まないですよね、物事が。なので、まあ、かわいそうなんだけど死んだことにしましょう。それを失踪と言います。30条。30条1項。不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は利害関係人の請求により失踪の宣告をすることができる。で、失踪宣告があると死んだことになります。なので、これ死亡したことになるので相続が始まる。その方が亡くなったことになって財産が、遺族に受け継がれるということになります。で、例えば見てください。 X は Y と婚姻していたが、 Y が行方不明になってから7年経過した。で、 X は Y の失踪宣告を申し立てて、 Y が失踪宣告されると死んだことになるので死別とできます。で、あとね、770条1項も見てください。
夫婦の一方は次に掲げる場合に限り離婚の訴えを提起することができる。3号、配偶者の生死が3年以上明らかでないとき、配偶者の生死が3年以上不明なときは離婚もできます。ただ失踪宣告を選ぶ人もいます。なんでかというと離婚と死別って違うんですね、法律上の効果も。なので3年生死不明だったら確かに離婚ができるんだけど、7年で失踪宣告すると死んだことになるから死別になります。これ効果が違うと言います。なのでどっちの制度もある、そういうことです。ただこれあくまで法律関係を先に進めるために死んだことにする制度なので、ここ見てください。遠くで生存していた場合、その人の権利能力まで奪うものではありません。例えば行方不明になる人前の人が東京にいたら、東京の住所地の周りで亡くなったことにするだけなので、これ本人が遠くで契約をした場合でも契約は当然有効です。あくまで処理を進めるってイメージです。じゃあ2、失踪の要件と効果です。30条を挙げときました。1個、不在者の生死が7年間です。7年間明らかでないときは家庭裁判所は利害関係人の請求により失踪の宣告をすることができる。で、これは普通失踪と言います。7年間。で、特別のが2-2、特別失踪と言います。戦地に臨んだもの、沈没した船舶の中にあったもの、その他死亡の原因となるべき危難に遭遇したものの生死が、それぞれ戦争が止んだ後、船舶が沈没した後、その他の危難が去った後、1年間明らかでないときも前項と同様とする。これは死んでる可能性が高いので1年間でいいということになります。そしてこれらは基本的に利害関係人って書いてますけど、親族しか請求できないと思ってください。検察官は請求できません。公権開始審判の申し立ては検察官できたんですけど、失踪宣告はできない。だって失踪宣告って人を亡くなったことにするってとんでもない効果ですよね。それは検察官に許すべきじゃなくて、やっぱり親族しか認めるべきじゃない、そういう話です。で、いつ死んだことになるか。31条、前条1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了したときに、同条2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去ったときに死亡した者とみなす。で、これ担当の引っ掛けによく出るので表でまとめましょう。いいですか。普通失踪は起算点、生存が確認された最後の時から7年経てば失踪期間の満了時、つまり7年経った時に死んだものにされます。いいですか。はい。 A って地点で行方不明で、そこから7年経てば7年後に死亡したものとみなす。これが普通失踪で、特別失踪、これは起算点、危難が去った時、戦地に望んだものは戦争が終わった時から1年経てば死んだものとみなされるんだけど、いつから死んだものとみなされるか、これ1年後じゃないですよ。危難が去った時。どういうことかというと、はい、戦争終わりました。戦争終わってから1年経って戻ってきませんでした。1年後に死亡したものって不自然じゃないですか。むしろ戦争で死んだと考えるのが自然だから、危難が去った時、戦争が終わった時に死んだものとみなされる。1年後じゃないです、危難が去った時。これめちゃくちゃ出るので覚えておいてください。じゃあ次、14ページですね。失踪宣告の取り消し、生きて帰ってくることあります。概要です。失踪者が生存すること、または失踪宣告により死亡したとみなされた時期と異なった時に死亡したことやと、プラス利害関係人ないし本人の請求があれば失踪宣告が取り消されます。いいですか。生きていたら取り消しできます。あと実際亡くなっていても死亡時期が違う場合、亡くなった時期が違うと相続に影響が出ますから、時期が違うって時でも取り消しができます。ただし取り消しには請求、勝手に取り消してくれない、請求が必要です。32条1項ご覧ください。失踪者が生存すること、または前条に規定するときと異なるときに死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は本人または利害関係人の請求により失踪の宣告を取り消さなければならない。
この場合においてその取り消しは失踪の宣告をその取り消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。で、取り消すとどうなるかというと、これ見てください。初めから失踪宣告がなかったことになる。これ何て言いましたっけ？訴求行、将来行ではありません。だって失踪宣告取り消してこの人死んでなかったってことだから、最初から死んでないことになります。32条2項をご覧ください。失踪の宣告によって財産を得た者はその取り消しによって権利を失う。権利を失うってことはやっぱ最初から死んでないことになるってことです。あとこれ、火災による取り消しが必要で、取り消されないと失踪宣告なくなりません。生存が確認されても当然には失踪宣告は無効にならない。で、取り消しの効果の制限、これちょっとした論点です。失踪宣告の取り消しは取り消し前の善意の第三者の行為に影響しません。で、契約の場合は両当事者が善意であることが必要。で、コンパクトに書いたのがここで、長々書くとこの論証2番、これで説明します。失踪者 A の土地を相続した悪意の B が善意の C に土地を売ったが、その後失踪宣告が取り消された。善意の C は32条1項により保護されるか。図を書きます。はい、A が失踪宣告を受けたので、この人が死んだことにされました。で、亡くなったから A の土地をB が相続します。で、この B が C に土地を売りました。で、 C は善意です。ところがこの失踪宣告が取り消されましたということは、生き返るわけですね。だから失踪宣告が取り消して A が土地を取り戻せるのか、それとも C さんが土地を手に入れるのか。あ、これもありましたね。3人の中で悪いやつがいて、こいつとこいつの争い、 A が土地を取り戻せるか、 C が土地を手に入れられるかの争いです。で、 B さんは悪意です。よろしいでしょうか。で、ここでの問題は32条1項の公団、この場合においてからってところを見てください。32条1項の公団、公団ってのは後半の方ね。この場合においてその取り消しは失踪の宣告後その取り消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。はい、失踪宣告を取り消し前の売買で善意でした売買に取り消しの影響を及ぼさないってことは、 C が土地を手に入れられそうなんだけど、善意でした行為っていうのはこれ B と C いますよね。 C だけ善意であればいいのか、両方善意である必要があるのかという論点です。片方善意でいいのか、両方善意である必要があるのか、これ条文見てるだけじゃわからないから論点、解釈が必要。じゃあ見ましょう。32条1項公団は善意とのみ規定するが、処分行為が契約である場合、契約の両当事者とも善意であることを要するのか。で、この点結論は、両当事者とも善意であることが必要。契約だったらね。判例同士でのは判例と結論が同じですよということです。で、理由付けします。32条1項公団が適用されると、真の権利者の権利が奪われることになる。だってこれもともと A さんの土地だったんですよね。
で、C さんに土地あげるってことは、もともとの本当の経理者 A さん犠牲にするってことです。A さん犠牲にするためには、やっぱり B と C にはそれなりの信頼を用意してもらいたい。ということで、かかる強力な効果との均衡上、バランスとってね、両当事者の善意を要求するのが妥当。要するに、片方でも悪意だったら A の方の保護を優先しましょう。両方善意だったら A さん犠牲になっても仕方ないけど、それは発想です。したがって B が今回悪意である以上、BC 間売買は無効となる結果、 C は土地を A に返還しなければならない。ただ C は B に対し追達担保責任を追及することができる。で、これね、ここが結局無効になるので C は A に土地を返還するんだけど、 C さんお金払って土地返還だったら嫌ですよね。で、ここで C はね、 B に対し変な土地を売り上がって何するんだって責任追及ができる。それを追奪、 C はね、土地を奪われたから担保責任って言うんですけど、責任追及ができます。で、追奪担保責任の言葉は覚えなくていいけど、561条を引いときましょう。他人の権利、権利の一部が他人に属する場合における、その権利の一部を含むを売買の目的としたときは、売り主はその権利を取得して買い主に移転する義務を。何言ってるかというと、結果的に B は A さんの他人の土地を C に売ったのだから何とかしろって言えるってことです。で、これがダメだと損害賠償とかもできます。いいでしょうか。で、これ561の他にね、ちょっと56にも書いておいてください。562で、これは後で562条あたりをやったときにしっかりやればいいので、責任追及ができるんだな、それぐらいのイメージで結構です。で、それから14ページの下から2行目のこの残留配偶者がうんぬんかんぬん論点なんですけど、これかなり細かい論点なんで、今1週目ですよね。初めて民法をやった段階ではここはすっ飛ばしていいです。2週目以降に、見ればいいです。で、15ページをバーッと飛ばして、ここ真ん中やや下の黒ポチ見てください。失踪宣告によって財産を得たものの返還義務の範囲は現存利益に限られる。この現存利益というのはそのうち出てくるので、今ふーんって思っておいてください。で、次のではっていうところも論点なんですけど、これもかなり細かいので今は飛ばします。2週目以降で結構です。よろしいでしょうか。はい、それでは今日は失踪宣告までやりました。で、だいぶね、細かい話も多かったんですけど、こんな感じで進めます。で、民法はね、めげないでください。最初難しいと思うけど、やればやるほど力つきますので、諦めない、これが一番大事です。で、あと復習なんですけど、レジュメをね、6法を引きながら見ていってください。で、6法を引きながら見て理解を確認するのが一つ。そして論証ってものはこれね、できれば書けるようにしてください。似たようなこと、似たようなことでいいです。それをまでやれば復習としては十分です。で、論証も全部ね、書く練習すれば大変なので、今回は論証には置いておいて、論証1の方が大事です。論証1はね、大事だし、応用範囲も広いので、論証1、特に7ページ、要するに取り消し前と取り消し後の話は、特にしっかりよく復習をしておいてください。それでは、司法試験入門講座民法本論編第1回目、これにて終了いたします。お疲れ様でした。